今日も残業だから会社に泊まるわ。また?今月に入って6回目だよ。仕事なんだから仕方ないだろ。こんなに泊まりが続くのって今までなかったよね。本当に残業なの?は?お前疑ってんの?専業主婦で3食昼寝つき、ずーっと家でぐーたらしてるお前に何がわかんだよ。私だって結婚前は看護師として働いてたんだから見下さないでよ。でも今は子供もいないのに専業主婦して。超楽勝だろ。お前が羨ましいよ。結婚したら家庭に入ってくれって言ったのはそっちでしょ。やめたのはお前の意思だろ。結局楽したかったくせに。そこまで言うなら今からでも働くわよ。働くって、5年も家事しかやってこなかったお前が?そんなに社会は甘くないんだよ。ほんとお前って世間知らずだよな。子供のことだって一度話し合おうって何度も言ってるのに、疲れたばかりで全然向き合ってくれないじゃない。お前は子供ができないんだから今更何を話し合うわけ?無駄なことに時間を使えるほど俺は暇じゃないんだよ。無駄なことじゃないでしょ?これからの私たちのために必要なことじゃない。本当だったら子供ができないお前なんか捨てたっていいんだ。だけど俺は優しいからな。仕方なく食わせてやってるわけ。だからお前は文句なんか言わずに俺の世話だけしてりゃいいの。もういいわ。それで明日は帰ってこれそうなの?ああ、明日からは3日間出張。朝荷物取りに帰るから準備しとけ。え?出張?聞いてないんだけど。今言ったんだからいいだろ。ごちゃごちゃ言ってねえでさっさと準備しろ。お前は俺のおかげで食っていけてる。これを忘れんじゃねえぞ。私はトモコ、32歳です。夫のヤマトとは5年前に結婚しました。私たちの間に子供はいません。子供が欲しいとは思っていますが、私が子供ができにくい体だと診断されてからは夫の子作りに対してのやる気がなくなったようです。これからどうしていくのかを話し合いたいと思っていますが、夫は全く応じてくれず、時間だけがただ過ぎていくことに不安を感じています。そんな中、ヤマトは先月から帰ってこない日が増えてきました。本人は残業と言っていますが、泊まり込みでの残業なんて今までなかったので何か怪しいと思っています。しかし証拠がないため、もやもやした気持ちで過ごす日々。そんな時、突然ヤマトの元カノと名乗る人から LINE が来ました。これが私の人生を変える驚くべき内容だったのです。2日後。子供に食事も与えないなんてとんでもないクズ女ね。今すぐ離婚しろ。送り先間違ってませんか？あんた、ヤマトの嫁のトモコでしょ？そうですけど、どなたですか？私はヤマトの元カノのリサよ。元カノって私と同じ看護学校に通ってたっていう？そうよ。ヤマトから元カノが私と同じ学校に通ってることは聞いたことがあるけど、クラスが違ったし話したこともないよね。どうして私の連絡先を知ってるの？あんたが子供にご飯を与えないような最低な母親だから腹が立って、同じ学校だった友達に聞いて連絡先を突き止めたのよ。ごめん、さっきから何の話をしてるの？しらばっくれるな。うちの病院に彼が子供連れてきたわよ。彼ってヤマトのこと？そうよ。あんたが私から略奪したヤマト。私がヤマトと付き合ったのはあなたと別れてからだったし、略奪とは言えないと思うんだけど。違うでしょ。あんたが無理やりヤマトに迫ったって聞いたわよ。私と付き合ってる時からヤマトにアプローチしてたんでしょ。は？何それ。そもそも告白してきたのはヤマトの方からよ。じゃあヤマトの嘘だったってこと？私には元カノに浮気されてたから別れたって言ってたけど。浮気？私はヤマト一筋だったわよ。保身のために嘘ついたわけ？あんたの言ってることが本当なら確かにヤマトは最低だけど、あんたも子供に食事与えないとかもっと最低じゃない。さっきから子供の話してるけど一体何のこと？私たちに子供はいないんだけど。育てるのが嫌で子供をいないことにしてるなんて本当人として終わってる。そんなこと言われる覚えないわよ。あんまり言いたくないんだけど、実は私不妊なの。え？嘘？
信じられないなら不妊結果を送ろうか。自然妊娠できる確率はほとんどないみたいなの。じゃあヤマトが連れてきた子は誰なの？2歳の男の子だったわよ。ヤマトに2歳の甥っ子はいないし、友達の子供とか。でもその子、ヤマトのことをパパって呼んでたわよ。ヤマトも父親として対応してたし。なるほど。もしヤマトが本当にその子のパパなら、私以外の女との子供ってことになるわね。あ、ごめんなさい。私、あなたが母親だと思ってたから。まあ、そう思うのが自然だし、素晴らしい正義感だと思うから気にしないで。私もヤマトは怪しいと思っていたところだったし。怪しいって？残業を理由にして帰ってこない日が増えてきたのよね。わかりやす。完全に真っ黒じゃない。ところで、その子はそんなにひどい状態なの？そうね。ありえないくらい痩せ細っていたし、2歳児って普通は感情が豊かなんだけど、その子はずっと無表情だった。お風呂にもしばらく入ってないみたいね。ヤマトのことは許せないけど、まずはその子を何とかしてあげないと。そこは私に任せて。私の方でいろいろ調べてみる。ヤマトのやつ、浮気して子供作るとかほんと許せない。あなたに協力するわ。数日後。明日から出張だから準備しとけよ。へえ、また出張ね。あ、なんだよ。お前は俺が働いてるおかげで食っていけてるって忘れたのか？別に。ただ出張先って、あなたのもう一つの家庭のことかしらって思って。何わけわかんないこと言ってんだよ。彼女と子供が待ってるものね。は？私、全部知ってるの。どういうことだ？あなた、浮気してるでしょ。しかも子供まで作って。何を言い出したかと思えば、俺が浮気？そんな証拠あんのかよ。子供の名前は、ゆうやよね。え、なんで知ってんだよ。あなたの元カノから LINE が来たの。元カノって、もしかしてリサか？そうよ。病院で会ったのよね。お前とリサって関わりなかっただろ。どうして？あなたの連れてきた子供が、ありえないほど痩せ細ってたから。私の連絡先を調べて LINE してきたらしいの。同じ学校に通ってたんだし、調べればすぐにわかるわよね。ただの元カノがそこまでするか？それだけ子供の状態が異常だったってことでしょ？浮気も最低だけど、なんで子供をそんな状態にしたのよ。俺は悪くない。彼女とは合コンで出会って、ただ遊びのつもりだったんだ。それなのに妊娠したから結婚しようって言われて。結婚してるのに合コン行くとかありえないんだけど。魔が差したんだよ。それでやばいって思って別れたいって言ったんだけど、彼女全然別れてくれなくて、仕方なく既婚者であることを言ったんだ。彼女はあなたが結婚してることを知らなかったわけね。そしたら精神を病むようになってしまって、別れるなら飛び降りるって何度も LINE してくるようになった。ほんと最低ね。子供を下ろしてくれって何度も頼んだんだけど、下ろさなければ俺と結婚できるって言って下ろしてくれなかったんだ。子供を作るようなことしておいて、できたら下ろしてくれって自分勝手も大概じゃない。分かってるよ。でも智子とはできなかったから、子供は簡単にできないって思い込んでたんだ。子供ができたのはお前の責任でもあるんだからな。私とできなかったのは、私が不妊症だからって説明したよね。あなたの考えが浅はかなの、私のせいにしないでよ。そんなの男の俺にはわかんねえよ。それで結局出産して、育児は彼女に任せていたんだ。けど俺がいない間はほとんど育児してなかったみたいで、どんどんやつれていく赤ん坊の写真が送られてくんだよ。そんな状態なら私と離婚して、その子と一緒になればよかったじゃない。やだよ。彼女は目もうつろだし、家事も全然しないんだ。そんな彼女と一緒になるとか考えられない。どこまで自分勝手なのよ。彼女をそんな状態にしたのはあなたでしょ？責任取るのが当たり前じゃないの？俺はこんなつもりじゃなかったんだ。それから、俺もたまに様子を見に行くようにしてたんだ。そしたら彼女からの要求がどんどんエスカレートしていって、そのせいで帰れない日が増えてたんだ。だから急に帰ってこなくなったのね。だけど俺はずっとつきっきりでいられるわけじゃないから、ついに子供が倒れてしまって、彼女は全然知らん顔してるし、
仕方なく俺が病院に連れて行ったら、たまたまリサがいる病院だった。まさかリサがお前に連絡取るとは思わなかったよ。私もリサさんから連絡来た時は驚いたけど、本当に感謝してるわ。あなたが浮気していることはなんとなく分かっていたけど、確信できたわけだから。ここまで人として終わってるとは思わなかったけど。俺も必死だったんだ。彼女がこんな状態になるなんて想像つくわけないだろ。俺だって辛かったんだよ。あなたは彼女に見込んだと嘘をついて付き合ってたんだよね。それで彼女が傷つくことくらいわかるでしょ。そんなの見破れなかった彼女が悪いだろ。俺が既婚者なことくらい調べればわかることだし。それ本気で言ってる？付き合ってる彼氏が実は既婚者かもなんて普通思うわけないでしょ。私には残業だと嘘ついて。本当、あなたって嘘ばっかだよね。俺がお前に嘘をついて彼女の家に行かなきゃ子供はどうなってたか。お前に俺を責める権利あんのか。いや、大ありでしょ。私が嘘つかれて浮気されたことと、あなたが浮気相手との子供の面倒を見ることは全く関係ないんだけど。関係あるだろ。そもそも浮気した原因はお前との生活に退屈してたからだ。あ、そう。どうせこれから他人になるんだから関係あるとかないとかどうでもいい話だわ。どういうことだ。まさか離婚とか言わないよな。逆に離婚されないと思ってたわけ。これだけ妻を裏切っておいて当たり前でしょ。頼む、離婚だけはやめてくれ。浮気したことは謝るから。謝って済む話じゃないでしょ。お前と離婚したら俺の世話は一体誰がしてくれるんだ。いい大人が何言ってんの。子供がいる父親の発言とは思えないわ。あ、それと慰謝料はしっかりともらうからね。慰謝料？子供がいるのに慰謝料取るとか、お前は鬼か。彼女は仕事だってできる状態じゃないし、子供もろとも路頭に迷わせる気か。ああ、子供のことは安心して。え、リサさんが児童相談所に通報済みだから無事に保護されたみたいよ。はあ、何勝手なことしてんだよ。もうあなたに任せておけないでしょ。保護されたってその後はどうなるんだ。在宅指導か児童養護施設へ入所させるみたいよ。でもこれで子供の育児から解放されるのか。子供の安全は守られるから安心してあなたを裁けるってわけ。ちなみにあなたのご両親にもさっきこのことは伝えたわ。マジかよ。さっきから親から電話がやたらかかってくるのはお前のせいだったのか。どこまで伝えたんだ。もちろん、あなたの浮気と子供のことも全部。最悪だ、もう家に帰れない。俺の親がこういうことに厳しいの知ってるだろ。厳格なご両親だものね。とても立派な方たちだから尊敬してるわ。そんなご両親に育てられたのに、どうしてあなたみたいになっちゃったのかしらね。トモコ、俺にはお前しかいないんだ。俺、お前に捨てられたら生きていけないよ。私はあなたを産んだ覚えがないので、あなたを育児する義務はありません。夫としても父親としても失格なんだから、誰にも迷惑をかけずに一人で生きていくといいわ。俺を捨てないでくれ。後日談。その後、子供は児童相談所でしばらく保護された後、浮気相手の両親が引き取ることになりました。彼女はというと精神科に通い、少しずつ回復しているそうです。ヤマトは両親にだけでなく、浮気相手の両親にもボコボコにされました。両親からは縁を切られ、浮気相手からは慰謝料を請求されているそうです。また子供の父親としての認知もさせられ、養育費も請求されました。ヤマトは多額の慰謝料と養育費を払うために仕事を掛け持ちして必死に働いているそうです。全部彼が招いた結果なので当たり前ですよね。未だに復縁要請が来るので、慰謝料を全て受け取ったらすぐにブロックしようと思っています。私は看護の資格を持っているため、すぐに就職先が見つかりました。看護師として大変だけど充実した日々を送っています。リサさんとはあれ以来たまに会って食事する仲になりました。同じ看護師としていい親友になれそうです。孫がうちの産婦人科に来たわ。まさか8歳で妊娠なんて。家の話じゃないですよね、お母さん。
他に誰がいるの？何かの勘違いかと思いますが、信じられない。自分の子供の妊娠にも気づかないなんて、母親失格よ。今すぐ息子と離婚して消えろ。落ち着いてください。それになんでアツシさんと別れろなんて話になるんですか？2ヶ月前結婚の挨拶に来た時からあんたのことは気に食わなかった。私何かしましたか？だってバツイチの子連れなんてろくな人間じゃない決まってるもの。そんな言い方。宝物のように育てたアツシがこんな女に奪われたなんて、旦那が生きてたらどう思うか。お母さんがどれだけ夫を大切にしてこられたかは彼から聞いています。どんな風に？大学生の頃、アツシさんが風邪をひいて寝ていたら、添い寝しようと布団に潜り込んできたり、彼が社会人になって一人暮らしを始めたら毎日電話してきたり。上の子と7つも離れてるし、何歳になっても愛おしくて。それなのにこの泥棒猫め、私の息子返せ。つまり私のことが嫌いな理由は嫉妬ということでしょうか？あんたと出会う前のアツシは仕事帰りや休日にうちに寄ってくれてた。だけど1年前付き合い出してからそれもなくなったわ。仕事終わりにうちで一緒に夜ご飯食べたり、休日は優と3人で出かけることも多かったので。その上子供が欲しいなんて話まで出てるんですって？はい。あんた来年35歳でしょ？そんな年まで子供を産もうなんてアホなの？え？自分の娘が身ごもったのにも気づかない鈍感女は親になる資格なんてないのよ。それなんですけど、うち息子しかいませんよ。はい？確かに少し中性的な顔立ちなので間違えられることもありますが。嘘よ。アツシの待ち受けを見たことがあるけど、髪だって長かったじゃない。伸ばしてるのには理由がありまして。それにユウなんて名前どう考えたも女でしょう。そんなことないです。他のクラスにも同じ名前の男の子がいますし、実際に会ってもらえればすぐにわかると思いますが。誰がオカマなんかに会うか。私の大事な子供にそんなこと言わないでください。まさか連れ子が男だったなんて。彼からは伝えたと聞きましたが。結婚の話がショックすぎて覚えてない。でもこれで妊娠の件はお母さんの勘違いだったと分かってもらえましたよね。何の話？え、優が職場の産婦人科にやってきたとか言ってたじゃないですか。言ったっけ？ LINE の履歴を遡ってみてください。あら、ほんと。なんか最近こういうの多いのよね。は？言ったことをすぐ忘れちゃったり、物の名前が思い出せなかったり。え、そうなんですか？63歳でまだ若いつもりだったけど、認知症かしら。週4でお仕事もされてますし、しっかりしてるイメージですが。そんなことない。きっと息子が結婚したショックで発症したのよ。はあ。もうこれはあんたと離婚するしかないと思うわ。息子といれば癒されるから症状も良くなるに違いない。そういうものですか？私に何かあってからじゃ遅いでしょ。認知症かどうかの検査をしにまずは病院に行きませんか？その前にもし徘徊して行方不明にでもなってみろ。責任取れるの？それは。だったらつべこべ言わないで、さっさとアツシと別れろ、クソ女が。2日後。小学校から帰ってきた息子を突然襲うなんて信じられない。ん？とぼけるおつもりですか？優から全部聞きましたよ。何の話？マンションの自転車置き場にパパのおばあちゃんが立ってて、挨拶したら突然前髪をわしづかみされたって。なんで私がそんなことを。抵抗したらママをひどい目に遭わせて脅したんですよね。まったく意味がわからない。恐怖で声も出なくて動けずにいたら、カバンから出してきたバリカンで髪を剃られたと。人違いじゃないの？でも息子は、あれはよくパパにテレビ電話をかけてくるおばあちゃんで間違いないって言ってました。孫と私は会ったことないんだから言い切れないでしょ。
紫のパンチパーマに四角いメガネだから印象に残っていたそうですよ。あなたが去った後、その場でうずくまってるあの子を住人の方が見つけて家まで連れてきてくれました。よかったじゃない。ずっと泣き続けてたけど、やっと落ち着いたのでさっき話してくれたんです。髪を剃られたくらいで大げさすぎるのよ。幸い怪我はなかったですが、ものすごく傷ついてると思います。あっそ、何ですかその反応。だって私には関係ない話だから。罪悪感のかけらもないんですね。もういい、警察に言います。待ちなさい。何か。仮にその話が本当だったとしても、認知症だから覚えてないわ。は？言ったでしょ、最近物忘れがよくあるって。無意識で孫を襲ったのかもね。ふざけないで。私がやったって証拠でもあるわけ？ないですけど。それで警察が動くかしら。信じられない。どうしてこんなひどいことができるんですか？認知症ってストレスで悪化するらしいわよ。答えになってません。あんたがいなくならない限り症状は進む一方でしょうね。何が言いたいんです？病気が進行して無意識に可愛い孫に何かしてしまったらどうしようって心配なだけ。これ以上あの子に手を出したら許さない。なら私の認知症がひどくならないようにさっさと離婚することね。わかりました、夫と相談します。それでいいのよ、早急に。よろしくね。さらに2日後。あんた息子に何吹き込んだの？何のことでしょう。今朝アツシがドライブに誘ってくれてすごく嬉しかったのに。そうなんですね。到着したのは老人ホームだったのよ。どうせあんたが余計なこと言ったんでしょう。私は彼にお母さんが認知症らしいと伝えただけですよ。は？母さんどこにいるんだよ。介護施設に到着したら突然助手席を降りて走り出すからびっくりしたぞ。アツシ、美穂から聞いたけどかなり認知症が進んでるみたいだね。すぐにでも老人ホームに入らないと。ああ、いやあのね。よかったですね。彼が探してきた施設すごくいいところらしいですよ。黙れクソ嫁。兄貴は転勤も多いし、そうなったらそういうとこにお世話になる方が安心だろ。あなたが一緒にいてくれればよくなるわ。無茶言わないでください。アツシさんもお仕事だってあるんです。会社を休んでそばにいろとおっしゃるんですか？あんたは黙っとけって言ってんでしょうが。認知症の検査をしたわけでもないの。この女が勝手に言ってるだけ。調べなくてもわかるよ。だって8歳の優が妊娠して母さんの勤め先の病院に来たとかどう考えてもおかしいし。責めないであげて。私に LINE したこと自体覚えてなかったもの。いやいや、だからそうだとしても子供の髪をバリカンで剃るなんてありえないよ。違うのよ。責めたらダメだって。認知症はストレスで進行するらしいから。俺はなんてこと。ごめん、今後一切母さんとは喋らないようにするよ。お願い、そんな寂しいこと言わないで。さよなら母さん。待って、最近物忘れがひどいっていうのは嘘なの。ならどうして優が産婦人科に来たなんて言ったんだよ。子供の状況も把握できないようなクズ嫁だったら篤も別れたくなると思って。呆れた。あなたたちをどうやったら離婚させられるかずっと悩んでた。暇なんですね。よくそんなアホなこと思いついたな。ペルーの少女が5歳で出産した話をネットで見かけて、これは使えるって思ったのよ。それを俺が信じると。産婦人科で働いてたら他の患者のエコー写真のコピーなんて簡単に手に入る。それを見せれば騙せると思ったので、うまくいかなかったからユウを襲ったと。ああ、それは私じゃない。まだそんなことを。証拠もないくせに何でもかんでも人のせいにしてんじゃないわよ。証拠ならあるぞ。え？自転車置き場付近にあった防犯カメラに、あなたが怯える息子の髪をバリカンで剃っているところがバッチリ記録されていましたよ。そんなはずない。
あんたのマンションにカメラがないことは知ってるもの。つい数日前に設置されたばかりなんだよ。最近物騒な事件が多いから。私は騙されないわよ。だって一昨日は証拠がないって言ってたじゃない。設置されたことは私も知らなかったのよ。え、それじゃあ本当なの？あなたがしたことは絶対に許しませんから。なーによ、バリカンで勝って男らしくしてあげたんだから感謝してほしいくらいだわ。やっぱり母さんの仕業だったんだな。どういうこと？カメラの話はあなたに自白させるための嘘よ。騙したの？髪を伸ばしてるのには理由があるって言ったのを覚えてます？それが何よ。あの子の右側のこめかみには傷があるんです。はあ、急に何の話？前の夫に殴られてついたもので、髪はそれを隠すために伸ばしてました。世界一どうでもいい話ね。たとえ傷が見えなくなっても思い出すことは多かった。だけどアツシさんといる中であの子に笑顔が増えていったんです。だからあんたが息子と楽しんでる時、私は家でたった一人。お前らの幸せは私の不幸の上に成り立ってるのよ、このクズ女。クズはお前だ。え、あんたみたいな奴が同じ母親だと思うと虫唾が走る。なんて口の悪い。アツシ、こんなのといるとあなたまでおかしくなるわ。早く離婚して一緒に暮らしましょう。無理。ああ、うちからだと会社が遠くなるもんね。それなら二人で職場の近くに引っ越しましょう。おめでたい人。私のこと。なんで大学を卒業した俺が一人暮らしを始めたかわからない。職場の近くに住みたかったからよね。それもあるけど、本当は母さんと離れたかったからなんだ。うそ。そりゃ大学生になっても添い寝されたらたまらないわよね。一人暮らし始めたらそれはそれで毎日電話してきてうざかったけど、今でもちゃんと電話には出てくれるじゃない。本当に嫌ならそれさえも拒むはずでしょ。俺が拒否って家に突撃して来られても困るからな。大切な家族を守るために仕方なくだよ。涙で前が見えない。息子のことは被害届出すから。私はただアツシと一緒にいたかっただけなのに。もうあんたとは他人だ。アツシ、二度と私たちに近づかないで。さようなら。いやよ、私が悪かった。だから最後に一度だけでも抱きしめさせて。しょうがない、大事な家族に手を出すようなやつだけど、一応親だもんな。ありがとう。じゃあ今から車でそっちに向かうから、今いる場所の住所と写真送っといて。わかったわ、待ってるからね。後日談。義母を迎えに行ったのは夫ではなくパトカーで、そのまま彼女は警察署へと連行されていったのでした。息子にした件は傷害罪で罰金刑となりました。その後夫に何度も電話がありましたが、ブロックしたようです。夫に嫌われたのがよほどショックだったのか、その後本当に認知症になり徘徊の日々が始まったらしいです。不法侵入や夫と勘違いして見ず知らずの人に抱きついては警察のお世話になり、結局今は精神病棟にいます。夫はもちろんのこと、義兄もその他親戚も一度も義母の面会には行っていないそうです。息子は心に深い傷を負い、しばらくは外に出ることを怖がっていましたが、やっと最近普通に学校にも通えるようになりました。これから新しい家族も増えるので、家族4人幸せに暮らしていきたいと願うばかりです。気分はどう？今朝から調子がいいの。穏やかに過ごせるなんてほんと久々だわ。え、そうなのか？ご飯は食べたりした？さっき自分でうどんを作って食べたよ。なんで俺が作っておいた料理を食べなかったんだ？あなたと結婚して以降あまりやってなかったから久々にいいと思って。せっかく用意しといたのに。そんなに怒らなくても。善意を踏みにじられたら誰だって腹が立つだろ。でもあなたが作ってくれた料理ちょっと変な匂いがしたのよ。え、
なんか酸っぱい感じの香りがしたから怖くて。ああ、それはあれだ、レモンを入れたんだよ。その匂いだと思う。豚汁に？結構うまいんだぞ。まあ合わなくはなさそうだけど。そんなことよりあんまり無理はするな。そんな大げさな。ちょっとうどんを茹でただけよ。心配しないで。最愛の妻を心配しない夫がこの世にいると思うか。今は良くても、また悪くなったら元も子もないだろ。そうだけど、病院で検査しても原因がわからない不調なんだぞ。もう少し慎重に動かないと。確かにそうね。心配かけてごめんなさい。俺が出張から帰ってくるのは1週間先だし、ほんと安静にしててくれ。料理も一切禁止だ。少しだけでもしちゃダメ？ダメだ。ちょっと厳しいことを言うけど、真由美は今年で32歳だろ。若いってわけじゃないんだし、無理は禁物だ。そこまで言わなくても。俺も味噌汁を過ぎたあたりから体の至るところで不調が出てな。38歳になった今は若い頃みたいに動けなくなったよ。そう、でも年齢のことをいろいろ言われるのはちょっと傷つくかも。俺だってこんなこと言いたくないよ。でも真由美が苦しむ姿をこれ以上見たくないんだ。あなた、それに2週間後には結婚式も控えてるんだぞ。このまま挙式まで体調が安定すればいいけど、なんだか不安になってきた。本来は去年あげる予定だったの、真由美の体調が悪化して中止になったもんな。同棲を始めたタイミングで体調が悪くなって式どころじゃなかったもんね。席だけはとりあえず入れたけど、やっぱり真由美のウェディングドレス姿を俺は見たいよ。私も着たいわ。そのためにも早く直さないと。だから頑張らなくていいんだよ。ゆっくりでいいんだ。俺は真由美が元気に生きててくれたらそれで十分だ。あなた、ありがとう。いろいろと支えてくれて感謝してる。俺なんて何もしてないよ。仕事だって激務な割に収入は少ないし。そんなこと気にしないで。本来なら俺の稼ぎだけで真由美を支えてやりたいが。十分すぎるほど私は支えてもらってるわ。今だって真由美がお父さんから相続したマンションの家賃収入を当てにして生活してるようなものだし、本当情けないよ。でもあなたは私のために家事も全部やってくれるし、とっても助かってるわよ。真由美は本当に優しいね。助け合えばきっとこれからも俺たちは幸せな家庭を作ることができるな。ええ、そうね。俺は前の奥さんに辛い思いをさせちゃったからな。真由美にはあんな風になってほしくないと思って。確か奥さんの浮気が原因だったのよね。ああ、俺が寂しい思いをさせたのがいけなかったんだ。だとしても浮気は絶対にダメよ。あなたが悪いんじゃない。いや、俺が悪いんだ。あまり自分を責めすぎないで。あなたは素敵な人よ。私が言うんだから間違いないわ。ありがとう。真由美と結婚できて本当によかった。私もよ。いつもありがとうね。あ、そろそろ取引先に行かないと。忙しいのに雑談なんてしてごめんなさい。お仕事を頑張ってきてね。あ、真由美も無理するなよ。結婚式前日、前妻さんが私に何の用？いきなり街中で声をかけて連絡先を交換するなんて怪しさ満点ですよね。本当すみません。そういう話はいいの。一体何が目的なのよ。ヒロスさんをこれ以上傷つける気ならただじゃおかないから。そんなつもりないです。今の奥様にどうしても伝えておきたいことがあって。は？今体調は問題ないですか？何を急に。吐き気や腹痛、それから口内の違和感や喉の痛みは感じませんか？なんで私の不調の詳細をあなたが知ってるのよ。どうやって調べたの？奥様の行動範囲は探偵を雇って調べさせてもらいましたが、体の症状については私の推測です。なんで言い当てられるのよ。私も離婚前は同じ症状で苦しんでいましたから。え？ヒロスさんと一緒に暮らし始めてから私も体調不良で悩んでたんです。そうなの？
その間彼は私を献身的に支えてくれて、家事もすべてこなしてくれました。今の私と同じだわ。幸い私の父は実業家で、金銭的な援助も受けられたので、治療に専念することもできました。ただ原因はわからないままでしたが。私もよ。病院でいくら検査をしても明確な原因がわからなくて。でもこの体の不調、ヒロスさんが不在の時には改善するんですよ。え？ヒロスさんが出張などで家にいない間は、吐き気も軽減されて食欲も少し出てくるんです。それって、私はヒロスさんが何らかの理由で料理に毒を持っていたと思ってます。そんな、まさか。奥様は思い当たる節はないですか？確かにこの前出張に行ってた時、自分で料理をした日はかなり体調も良かったような。おそらくヒロスさんの料理を食べなかったことで不調が改善されたのかもですね。信じたくない、あんなに優しいヒロスさんが。料理から少し酸っぱい匂いがすることはありませんでしたか？あ、そういえば私も同じ経験があります。問いただしたらレモンを入れたと言われちゃいましたけどね。ちょっと前にも同じような会話を彼としたわ。誰にも話したことがないことをあなたも知ってるなんて。やっぱり。そもそも彼がこんなことをして何のメリットがあるのよ。競馬が関係しているかもしれません。ギャンベル？そんなことするような人じゃないんだけど。彼のことを調べている時、カバンから馬券や競馬新聞が見つかったんです。嘘。それと今まで見せてくれなかった給料明細も発見しました。手取り15万と言っていましたが、実際は30万だったんです。ヒロシの会社はパソコンでしか明細を見れないはずよ。多分それも嘘です。問いただしたらあからさまに動揺してて、以降は紙での配布を会社がやめたなんて言い始めたんで。そんな、まさか。それから私が探っていることをさすがに感づいたようで、生活を制限されたり、スマホもブルーライトが体に悪いと言い始めて自由に使えなくなりました。それが本当なら確かに怪しい。しかも体調もかなり悪化して、冷静な判断ができず彼の言いなりになっていて、ただ逃げなきゃという感情はまだ残っていたので、浮気したと嘘をついて多額の慰謝料を払うことでなんとか逃げ出しました。なら彼が毒を持っている証拠をあなたは持っていないの？物的証拠はありません。あの人の私物の中に毒性のあるものは見当たりませんでしたし。でもそこまで疑うなら警察に相談すればいいと思うんだけど。確証もなしに通報して下手に彼を刺激するのは怖くて、そういったことはしてません。まあ確かに怖いわよね。ちなみに今あなたの体調は？とても健康です。彼と別れてから改善して、今では穏やかな日常生活を送れています。それは良かった。私は逃げることができましたが、最近彼が再婚したという話を聞いてとても心配になったんです。もしもあの人の手で被害者が出たら、そう思うと怖くて。それで私の居場所を突き止めて接触してきたってわけか。本当は直接お話しようと思っていましたが、あまりにも奥様の顔色が悪くて体調も優れないように感じたので。そういうことだったのね。あの、一応確認しますが、ヒロスさんには私のことを話したりはしてませんよね？あなたが内密になんて言うから、変なことを企んでるんじゃないかと思ってあえて伝えたりはしてないわ。彼を傷つけたくなかったし。よかった。どうにかあなたにも逃げてほしいんです。一番はヒロスさんが料理に毒を持っている証拠を見つけて警察に突き出すのが理想ですが。そう言われても。あ、どうしました？ヒロスさんが善人か悪人か確かめる方法はあるかも。本当ですか？今から外で会える？もちろんです。でしたら駅前のカフェで落ち合いましょう。わかった、今から向かうわ。結婚式当日。式が終われば今日から俺たちは正真正銘家族だな。これからも一緒に幸せでいよう。
あなたと家族にはなれません。離婚してください。え？私を殺そうとしてたでしょう。何を言ってるんだ。そんなことするわけないだろ。全部わかってるから。急にどうしたんだよ。さっきまで嬉しそうにドレスだって着てたのに。あなたに変に悟られないようにしていただけよ。隙を見て着替えも済ませて、今タクシーに乗ったわ。何？これから警察署に向かいます。ちょっと待て、変な妄想でおかしなことをするな。一旦戻ってこい。きちんと話し合おう。実は昨日の時点で警察には相談をしていたのよ。は？あとあなたの前妻さんにも会ったわ。京子に？そこで聞いたの。あなたと暮らし始めてから私と同じように体調不良に悩まされてたって。まさか俺が原因だって言いたいのか。証拠もないのにおかしなことを。証拠ならうちの冷凍庫にあった。え？あなたの作り置きのおかずよ。警察の調べでは料理の一つに食器用洗剤の成分が入ってたって私は聞いたけど。嘘だろ。他のおかずも今検査してもらってるわ。俺を疑うなんてひどいじゃないか。信じてたわよ。え？作り置きのおかずを持って警察に行った時、正直まだ前妻さんが嘘をついてるんじゃないかって疑ってたわ。じゃあなんで警察に？あなたがシロだと分かればそのまま警察に前妻さんのことを相談しようと思ってたの。でも結果はあなたは黒だった。とてもショックだったわ。そんな。前に料理から酸っぱい匂いがしたのは洗剤の香りだったのね。うちに置いてあるのは柑橘系の成分が入っているものだったし。それはあれだ、俺料理をしながら洗い物もするだろ。それで偶然入っちゃって。故意に料理に入れている姿を動画にも収めた。どういうことだ。あなたがこんなことしたなんて信じたくなかった。だから白黒はっきりさせたくて、昨日の夜キッチンにスマホをこっそり設置して録画したの。いつの間に？あなたが寝ている間にスマホを回収して確認したわ。はっきりと故意に洗剤を入れている姿が映ってて、頭の中が真っ白になった。それはその。この動画も今から警察に提出させてもらうから。仕方なかったんだよ。は？こんなことしておいて自分は悪くないとでも言いたいの？俺実は借金してて、その返済が大変でさ。嘘、いくら借りてたわけ？2000万くらい。何それ。昔から競馬が好きでさ、のめり込んでたらつい魔が差してこんなことに。それでネットで見つけた方法で妻をこの世から消して財産を相続しようと思って。その程度の理由でこんなことをしたっていうの？命を軽く見すぎよ。返済はずっと自分の稼ぎで何とかしてはいたんだが、ヤクザからも借りてたから利息がえぐくてさ。つまり私と前妻さんの命を狙ったのはお金目的ってこと？京子の実家は金持ちだし、真由美は親から相続したマンションがある。いなくなればそれなりに金も手に入ると思って。でも私たちがお金を持ってるってよくわかったわね。私との出会いはあなたが街で声をかけてきたのがきっかけだし、前妻さんもそうだって聞いたけど。金持ちの女と結婚して借金を返すから調べてほしいってヤクザに頼んだんだよ。恐ろしい。京子は消す前に浮気されていろいろと予定が狂ったけどな。まあ相場超えの慰謝料を払うって言うから離婚に合意したけど、それでも借金は消えなくてさ。それで私と再婚してまた同じ計画を実行することでお金を手に入れようとしたのね。ああそうだよ、だから仕方がなかったんだ。そんなわけないでしょ。自分勝手な理由でこんなことして仕方なかったで済ませていいと思わないで。もうこんなことしない。だから離婚も警察も勘弁してくれ。よくそんなこと言えるわね。同じ人間とは思えないわ。確か借金って財産分与の対象だよな。は？離婚時には借金も折半されるってネットで見たことあるぞ。それなら私も知ってる。だろ？なら俺と離婚したとしても真由美は借金持ちだぞ。あのね、借金が財産分与になるのは婚姻後生活費としてお金を借りてた場合のみよ。え？
だから私には一切返済の義務はない。あなた一人で返済は頑張って。ならヤクザに頼んでお前にも取り立てを。保証人でもない人間に返済を要求するのはアウトよ。妻でもか。ええ、そうよ。それにあなたがしたのは殺人未遂。いくら裏社会の人間でもこれ以上厄介ごとに巻き込まれたくないだろうし、私に接触するなんて下手な真似多分しないと思う。そんな。あと式場は警察官が包囲してるから逃げようと思っても無駄だからね。私や前妻さんにしたことを塀の中で反省しなさい。俺の人生終わった。後日談。その後夫は逮捕され、裁判の結果有罪判決に。当然私との離婚も成立。財産分与は放棄させ、また給料を差し押さえする形で治療費も含めた損害賠償を請求しました。ただ捕まったからとはいえ借金がなくなることはないので、出所後は返済に追われるのは必須。さらに危ないところからも借りていた様子だったので、これから先もまともな生活はできないことでしょう。私は離婚後体調もみるみる回復しました。今は穏やかで健康的な暮らしをしています。ちなみに京子さんとはあれから仲良くなり、時々お茶もしています。里帰り出産で帰省してから1ヶ月以上経つけど、いつ帰ってくる？うるさい、夫面すんな。え、夫なんだけど。 LINE してる暇あったらもっと金稼いでこい。ひどい言い方だね。霞らしくない。何かあった？ちょっと疲れてるだけ。出産してから体力的にもメンタル的にもきついって言ってたもんな。あかりは夜泣きがすごくて毎日寝不足でフラフラ。かわいそう。おまけにミルクを飲んでも毎回吐くから、少しずつこまめにあげなきゃいけないの。それは大変だね。そんな言葉で片付けないで。経験したことないくせに。ごめん、そんなつもりなくて。同情するなら金をよこせ。100万でいいわ。え、それはちょっと考えさせて。奥さんと子供が大事じゃないの？大切だよ。だけど金額が大きすぎて。とりあえず20万でいいわ。実家に帰る前に渡した生活費の10万じゃ足りないってこと？そうよ。君が出産後1ヶ月ゆっくりしたら戻るって言ったから、それだけしか渡してなかった。私がどうしてわざわざ妊婦検診とは違う実家の近くの産院で出産したと思ってんの？何の気遣いもなく実家でゆっくり羽を伸ばしたかったからだよね。そう、もうずっと痛いくらい。そんなに居心地がいいんだね。前に僕が行こうとした時も来ないでって言ってたし。お仕事忙しいんだから土日くらい家でゆっくりしなよ。君たちの顔を見たら疲れも吹っ飛ぶと思うんだけどな。休日は親戚が来ることが多いの。不細工な娘婿がいたら気を使うでしょ。よし、関係なくない。それに毎週来るわけじゃないよね。親戚が来ない時は娘と二人で出かけてるの。可愛いからいろんな服着せてあげたくなっちゃうんだよね。僕の姉は1ヶ月検診で許可をもらうまでは外出しなかったって言ってたよ。検診まだでしょ？あ、クソ、負けた。え？なんでもない。鬱陶しいな。なんでそんなにイライラしてるの？生まれたばかりの赤ちゃんが昨日亡くなっちゃったの。そっとしておいてよ。あ、どういうこと？あかりと二人で出かけたりしてるんだろ？違うの。本当は赤ちゃんの人形をあの子だと思って娘の代わりに抱いて出かけてるんだ。あの子を抱くことはもう二度と叶わないから。亡くなったって本気で言ってる？毎日夜中に起こされていた赤ちゃんの声がある日急に聞こえなくなった。毎日3時間おきにしてた授乳も突然しなくてよくなった。朝起きても隣に我が子はいない。嘘だろ。私だって嘘だと思いたい。でも現実なの。もうあの子はいないの。そんな。あなたと話したらあかりのことを思い出して辛い。長生きさせてあげられなかったダメな母親でごめんなさい。かすみ、お願い、今は一人でいたいの。だからもう連絡してこないで。実家にも絶対来ないでね。でもしつこいな。お前は黙って私の口座に金を振り込んどけばいいんだよ。生まれたばかりの僕の赤ちゃんが死んだ。妻から聞いた時はショックというよりも現実味が全くありませんでした。僕の名前は純也。一般企業に勤める35歳です。娘を授かったのはつい先月のこと。こちらからお願いすると
妻は写真を送ってくれるのですが、僕が会いに行きたいと言うと何かと理由をつけて断られてしまいます。突然の娘との別れがよほどショックだったのでしょう。穏やかだった妻も LINE で荒れていました。彼女のことも心配だし、たとえ亡くなっていたとしてもあの子に会いたい、そう思って義実家に向かったのですが、その道中で妻に偶然出くわした僕は命の危険にさらされることになるのです。4時間後、アルコールアレルギーの僕にチューハイをぶっかけるなんて考えられない。来るなって言ったのに実家に行こうとしてたお前が悪い。あの後ジンマシンが出て精神痒かったし、頭痛もひどかったし。大げさなんだよ、無費塗っとけば。病院で処方されてるトンプク飲んで家に帰ってきて休んだらようやく収まってきた。じゃあ結果オーライじゃん。アレルギーは下手したら呼吸困難になったり、そのまま亡くなったりするんだよ。死んだらあかりに会えたのにね。はあ、私忙しいからもう LINE 切るね。なんであんなところにいたの？パチンコ屋の前で鉢合わせたこと。店の中から出てきてびっくりした。キャンベルなんてする人じゃなかったのに。何かしてないと辛くて耐えられなかったから。もしかしてそれでお酒も飲み始めたの？カバンの中に何本かチューハイの缶が見えた。そうだよ、もう母乳飲ませる子もいないしね。なんで笑ってる？間違えただけ。そんなことより振り込みは100万、まだなんだけど。え？早くしてよ。お金は渡せない。は？なんで？だってきっとかすみはお酒はギャンブルに使うだろ。使わないし。僕は君が壊れていくのを見たくないんだ。壊れてるのはお前の顔面だろ。一緒に病院に行こう。きっと明かりがなくなってメンタルがやられてるんだ。どこも悪くないから、あんたが整形外科に行って顔変えてきたら。はっきり言って今の君は異常だよ。うるさいな。お金くれないなら用なしだよ。え？あ、間違えた。あんたの顔を見るのが辛いって言いたかったの。全然違うよね。あの子パパにだったでしょ。だから私あなたを見るとあかりのことを思い出して苦しくて、悪いけど離婚して。そんな話し合おう。時間の無駄、離婚届は郵送するからよろしくね。4時間後。あんたの遺伝子がクソだから娘が死んだの。離婚前に慰謝料払いなさいよね。意味不明なんだけど。自分の娘を死なせといて反省してないの？そんなこと言われてもな。お葬式代も全部私が立て替えたのよ。誰の葬式？呼ばれてないけど。娘に決まってんでしょうが。え？おかげで私の貯金はゼロ、慰謝料とお葬式代100万円、早く支払って。おかしいな、話が噛み合わないぞ。は？娘なら今家でミルク飲ませてるんだけど。何言ってるの？それはこっちのセリフ。あなたの子は手に召されたの。ミルクいっぱい飲んでゲップして今眠ったとこ。写真送ろうか？あかりはあいつのところにいるはず。誰のこと？あ、いや今のは違う。ごまかしても無駄、全部知ってる。は？どうしても娘に手を合わせたくて君の実家に行ったんだ。マジで言ってる？インターホンを押すとお母さんが出てきたよ。何か聞いた？びっくりしたな。今日の午前中に君はあかりと一緒に家に帰ったって言うんだから。それはその、確か僕がパチ屋から出てきた君と出くわしたのが15時くらい。その時あの子はいなかった。そうだっけ？覚えてない、記憶喪失かも。あかり、ユナさんのところにいたんだろう。なんで知ってるの？俺が実家に行ったそのすぐ後にあかりを抱っこして彼女もやってきたんだよ。何しに？かすみさんから母親になってほしいと言われてこの子を預かったけど、やっぱり私には無理です。はあ、不育症で妊娠しても流産ばかりで悩んでいた彼女の気持ちを踏みにじるなんて人間のクズだな。子供を欲しがってたからあげたんじゃ、私は悪くない。高校時代の同級生なんだってね。里帰り出産中に参加した同窓会で彼女の事情を知ったんだろ。それは。そして別の日に彼女を呼び出し赤ちゃんをもらってほしいって持ちかけたんだよな。ええ、最初は200万で売ってあげるって言ったら断られたけど。当たり前だ。仕方がないからタダで譲ってやるって言っても素直に受け取らなかった。大事な娘を物みたいに扱うなんて許せない。今ここでチャンスを逃したらあなたは一生母親になれないって耳元で囁いたら、泣きながら
私が親になってもいいのかなって言ってきたの。超ウケる。心の闇につけ込むなんて悪魔だな。元旦那さんとも不育症が原因で別れたんだって。女として終わってる。喋るな。何怒ってんの。っていうかあいつ家に来る前に私に連絡入れろっつーの。お前と連絡がつながらないから家を知ってる同級生に住所を聞いて実家に来たらしいぞ。ああ、ほんとだ。着信来てたわ。お楽しみ中で気づかなかった。え？なんでもない。もうあいつに住所を教えたやつ誰？個人情報ダダ漏れじゃん。バラしたやつから罰金取りた。さっきから頭の中金のことばかりだな。そんなことより離婚届かけたの？ああ。やった。親権は俺がもらう。どうぞどうぞ。不貞行為の慰謝料と養育費はきっちり請求するからな。え？私浮気なんてしてないけど。こっちは証拠があるんだよ。その写真も送ろうか。あんたまさか探偵とか使ったの？うん。最低。お前が言うな。給料低いくせに無駄遣いしやがって。そんなに低い方じゃないと思うけど。半年前に SNS で出会った大企業勤めのイケメン社長と比べたら月とすっぽんでしょ。なるほど。ネットでつながったのか。そこまでは探偵でもわからなかった。そもそも更新所なんて使ってない。なんですって。自白してくれてありがとう。わざわざ浮気調査のためにお金を無駄に使わなくて済んだ。カマかけたのね。性格悪。お前には負けるよ。もういいわ。慰謝料でも養育費でも何でも払ってあげる。やけにあっさりしてるな。私のことを愛してる彼に頼めばいくらでも支払ってくれるに決まってるから。自分に関係ない子なのに払ってくれるとは思えないけど。あんたと違って心広いから。年収5000万円の彼にとったら取るに足らないお金だろうし。怪しいな。どこの会社に勤めてんの？スカット株式会社よ。小学生でも知ってるわよね。そんな有名な会社のお偉いさんが SNS で出会った女と付き合うか。それだけ私が魅力的だったんでしょ。しかも出会ったのって半年前なんだろ。リスクを犯してまで妊婦の君と恋愛しようと思うかな。何が言いたいの？騙されてたりして。そんなわけないでしょ。待ってて、今調べるから。あれ、嘘。何？今会社のホームページ見てるんだけど、社長の写真この人じゃない。へえ。何かの間違いに決まってる。直接聞いてみればいいんじゃない？え、何よこれ。彼のカバン探ってたらポケットから指輪が出てきたんだけど。もしかして既婚者？バカなこと言わないで。きっとこれは誰かから預かってるものかなんかで、指輪の裏にクロームリカコって刻印が。多分だけど結婚指輪だね。今隣でいびっかいて寝てる彼の薬指にはめてみた。ぴったりサイズ。ああ、そんな、結婚したいくらい好きって言ってくれたのに。自業自得だな。毎回私と会うときは全身ブランドものだし気がつかなかった。じゃあ年収5000万ってのも嘘なんじゃない？すごく小さい会社だったんでしょ。ありえない。自分が蒔いた種なんだから仕方ないんじゃない？生えない時間が愛を育てるって言うよね。はい。里帰り出産であなたと離れてあなたの大切さを感じた。いや、さすがに無理だろ。あ、そういえば来月あなたの誕生日よね。3人でお祝いしましょう。思考回路やばいね。あと俺の誕生日明日だし。あらやだ、私ったら。何か欲しいものある？君の反省する姿勢と慰謝料、養育費。え？ああ、そうそう、お酒かけたことは暴行罪で訴えるから。きも、ねにもつぎ。それだけのことをしたんだよ。つい感情的になってしまっただけじゃない。慰謝料と養育費については弁護士さんと王相談で。あの、それなんとかならない？ならない。ごめん、反省してるからお金ないの。反省してるなら態度で示して。早まったじゃない。明かりが泣き始めたからもう行かないと。待って、最後に一言だけ。何？誕生日おめでとう。うるせえ。後日だ。その後僕は妻を暴行罪で訴え、彼女は20万の罰金刑となりました。無事に離婚が成立し、親権は僕が持つことに。彼女には浮気の慰謝料として150万円と娘の養育費を、浮気相手には150万円の慰謝料を請求しました。
離婚して実家に戻った妻ですが、お前みたいな人間のクズはもう家族じゃないと絶縁されてしまったそうです。既婚であることがバレた浮気相手は霞の LINE をブロック。怒った彼女が会社に乗り込み傷害事件を起こしたことはネットニュースで知りました。暴行罪に傷害罪も加わり、今度は懲役刑になったみたいです。豚箱の中で少しでも反省してくれればいいですね。一方僕は両親を頼りながら娘を育てています。毎日寝不足だし大変ですが、娘の可愛い寝顔を見てたら疲れなんて忘れるくらい癒される毎日です。今から行くから私と娘のご飯よろしく。鹿児島産黒豚のとんかつでいいわ。お姉さんまたですか？私40度の熱があって寝てるので今日は勘弁してください。せっかく旦那が出張だから楽しようと思ったのに、兄が不在のたびにうちで食費浮かせるのをいい加減やめてもらえます？夫の実家に世話になって何が悪いわけ？それにゆずが行きたがるのよ。私も姪っ子に会えるのは嬉しいですが。だったら問題ないじゃない。でも来るたびに私や母に食事のリクエストするでしょ。微妙に凝ったメニューとか困るんですよ。嫁にも行かず実家に帰省する義妹の花嫁修行と思って厳しいこと言ってやってるの。私がいつそんなこと頼みました？夫の妹よ。私も本当の妹のように思ってるんだからいいでしょ。そんなに来たいなら食事は済ませてきてください。それじゃあ行く意味ないじゃん。やっぱりそれが本音だ。とにかく行くから。家にいても暇だし。私インフルですよ。ゆずちゃんに移ったら嫌でしょ。病気なんてたくさんかかった方がいいの。免疫つくって言うし。5歳の子供が高熱でうなされるのを良しとする親がいるんですね。うちの子は強いから。とにかく今日は無理です。母も町内の旅行で明後日までいないし、私は何も作れません。つまんないの。あ、じゃあ冷蔵庫に何か入ってる？それもやめてください。中身物色して勝手に持っていかれると本当に迷惑なんです。余り物でしょ。使おうと思って買ってるものです。あ、ケチケチケチ。だから嫁に行けないんだよ。まだ25歳なんで焦ってもないです。ご心配なく。そうこうしてるうちに行き遅れて自爆霊みたいに町内を徘徊するようになるの。それが私の人生なら受け入れますよ。じゃあ看病しに行ってあげる。本当に大丈夫です。遠慮しないで。優しい義神がカップラーメンでも作ってあげるよ。食欲ないのでいりません。てか普通お粥とかでしょ。家族なんだから遠慮しないのね。すぐ行くから待っててね。移ったら大変だからやめてください。数時間後。どうしてくれるんですか。大やけどなんですけど。うちの子が熱湯をかけてごめんね。ごめんねで済む問題じゃないですよ。病院行ったんですよ。これが笑っちゃうんだけど、温めたら治ると思ったみたい。そんな話信じると思いますか。だって実際に熱湯をかけたのはゆずだったでしょ。ゆずちゃんが自分の意思でケトルに水を入れ、火にかけて、それを持ちやすい容器に入れて2階まで上がってきて私にかけた、そういうことですか。その通り。だったらあなたはその間何をしてたんですか。リビングでテレビ見てた。子供を見ておく義務があるんじゃないですか。ないわね。家の中にいる時くらい親だってのんびりしたいでしょ。ゆずちゃん言ってましたよ。これで風邪治る、あったかくしたら治るってママが言ってたよって。前に言ったことを覚えてたんじゃない。あの子なりにあんたを心配してあげたのに、なんでキレてるわけ。顔真っ赤なんですよ。跡が残ったらどうするんですか。別にいいじゃない。嫁に行く予定もないんだし。自分の子供がやったなら親として謝るのが普通じゃないんですか。子供には早めに自己責任ってことを教えておきたいの。私が謝れば自分は悪くないって思っちゃうでしょ。こんな親に育てられたらゆずちゃんがかわいそう。ひどい。私にお湯をかけるほど何に腹が立ったんですか。別に。冷蔵庫に何もなかったからでしょ。違うし。母が旅行前だからって空っぽにしていったんです。私一人なら外食の方が安上がりだから。へえ。
食費が浮かなくてイライラしてあんなことしたんですよね。やだな、私がそんな小さい人間に見える？見えるから言ってます。本当に嫌な女。ゆずちゃん、ショックを受けてませんか？私が大声上げてしまったから。受けてるわよ、大騒ぎしやがって。あの子の心に傷がついたらどうしてくれんのよ。私を治そうとしてくれたことに嘘はないと思うから、そこは心配しています。でも今回やったことは正しいことじゃないってのは教えてあげてください。知るか、いずれ自分で気づくでしょ。どうしようもありませんね。兄はなんでこんな人を選んだんだろう。いい女だから。確かに見た目は小綺麗にして爪や髪もよくお手入れされてますが、中身が伴ってません。あんた言い過ぎよ。今度はネットじゃ済まさないから。今の自分がやったような言い方ですけど大丈夫ですか？ゆずが言ってるのよ。そんなわけないでしょ。ったく、何も手に入らなかったし、文句言われるわで、散々な一日だったわ。ゆずとファミレスでも行ってこようっと。どうぞご勝手に。翌日。ちょっと旦那に何言ったのよ。昨日起きた出来事を報告しただけよ。姑も旅行先から鬼電してきたのよ。いちいちチクるのやめてよね。自分がしたことを棚にあげて何言ってんだよ。子供のしたことでしょ。親切心だったし、通報はなしで。被害届出したよ。はぁ？てかあんたなんてタメ口なの。私5つも年上なのよ。犯罪者に敬語使う必要ないから。待ちなさいよ、やったのはユズよ。まさかあんた5歳の子を警察に突き出す気？鬼、悪魔、人でなし。突き出すのはあんただから。私が何したっていうのよ。指示をしたのはあんただってことは明白なの。その上、熱湯の入った容器を子供に持たせるなんて危ないことだってわからないの。決めつけないでよ。じゃあもう一度聞くわ。ゆずちゃんがうちにあるケトルでお湯を沸かしたのね。そうよ。それを注いだんだよね。そうだって言ってるじゃない。無理ね。なんでよ、うちの子は優秀なんだからね。お湯くらい沸かせちゃうの。うちの笛吹きケトルは注ぎ口のところが先祖の呪いかってくらい硬いの。は？母と買い替えなきゃねって言ってるんだけど、大人でもやっとなのよ。ああ、それなら最初から笛吹きの部分は開いてたわ。あれ、勝手にやったことで知らなかったんじゃないの？キッチン覗いた時に開いてるなって思っただけ。へえ。でも私の部屋まで聞こえるくらいお湯の沸いた音がしてたけどね。笛吹きの部分が閉まってないとあの音はしないよ。あの時はお茶でも勝手に飲むんだろうなと思ってたけど。そんなこと言われても知らないわよ。ゆずが適当にいじってたら開いたんじゃないの？それもおかしな話なんだよね。何がよ。ケトルの置き場所はキッチン上部の棚なんだけど、5歳のゆずちゃんに届くわけがない。確か出しっぱなしだった。母の性格知ってるでしょ。超がつくほど几帳面。キッチンに鍋一つ置いて出かけることはない。じゃあゆずが取ったんでしょ。台に登っても無理ね。はしごでも使った？使ったんじゃない？さすがに無理があるよ。てか私は驚いてる。そこまでして自分の娘を悪者にしたいのかって。そうじゃないけど、子供なら罪に問われないでしょ。やっぱりね。お願い見逃して。腹が立ったのよ。義妹のくせに生意気だし、たまに説教してくるし、義士としての威厳を保つために仕方なくやったの。威厳なんてもんはお湯かけて得るもんじゃないんだよ。ほら、あんたのそういうところ理屈っぽくて正論ばっかで本当に腹が立つ。自覚あるでしょ。理不尽な相手にしかこういうこと言わないから。旦那が離婚だって騒いでるのよ。どうにかしてよ。お兄ちゃんは何も知らなかったんだね。実家と仲良くしてて嬉しいくらいにしか思ってなかったって。そうよ。私と母が今まで兄に何も言わなかったのはなぜか分かってる？言うほどのことじゃないから。違う。前に兄がいつも言ってるの。娘と妻がいるだけで幸せだって。その幸せを壊さないであげてよ。そう思ったから黙ってたんでしょ。外でやってるわけじゃなさそうだし、私たちに迷惑かけるだけで済むなら我慢しようって母が言うから。それでいいのよ。でも違った。あんたはママ友にも同じことやってたんだね。
なんであんたがそんなこと知ってんのよ。うちでのことを知った兄が不安に思ったんでしょうね。近所で仲良くしてるパパさんに妻が何か迷惑かけてないかって聞いたら、実はってボロボロ愚痴が出てきたんだって。まずい、相当やらかしてるね。私と母も被害受けてると思ってたけど、それどころじゃなかった。ママ友って優しいのよ、つい甘えちゃって。甘えるレベル超えてるでしょ。ティッシュは勝手に持ち帰る、小瓶を持参して調味料を移して持って帰る、夕食時に行ってはおかずをねだる。他人の家でこれをやれる神経を疑うわ。うるさいな、私の勝手でしょ。人に迷惑かけてるからみんなドン引きしてるわけ。30歳にもなってわかんないの。結婚もしてないくせに偉そうに言うな。子供も産まず少子化に貢献しない女に私を説教する権利があると思ってんの？子供産んだら何してもいいの？大抵のことは許される。私は国家に貢献してるんだから。そうか、それは素晴らしい。でも警察はそうは言わないよ。子供何人産んでようが悪い奴は捕まえるの。だからさ、私がいなくなれば悲しむのはゆずでしょ。そうかな。ゆずちゃんも本当はお友達の家からティッシュ盗む母親なんて嫌なんじゃない？それは泥棒は悪いことだと幼稚園や学校で習うのに、家に帰れば親がやってるんだよ。これこそ子供の心に傷をつけてることにならない？わかった、盗みはやめる。でも兄の決意は変わらない。ゆずちゃんを引き取ってあなたとは離婚するそうよ。そんなの嫌だ。だこねても無駄。罪を償ったら一人で生きていくの。働けっていうの？今まで何もせずにご飯食べられたのに無理に決まってんじゃない。専業主婦として母親として最低限のことはしてきたでしょ。まあそれなりに。そういうスキルを使える職場はあると思うけど。そうかな。結婚前だって働いてたんでしょ？いや、実家でニートしてた。親にもらった小遣いで行った合コンで夫に出会ったの。そうだったんだ。まあやってやれないことはないから頑張って。養育費と慰謝料も稼がなきゃだし。何の話？私がもらえるってこと？うん、逆ね。ゆずちゃんの養育費を兄に払うの。我が子を育ててもらうんだから、これは親として当然のこと。それから慰謝料は私に対してね。治療費や顔に火傷を負ったことによる精神的苦痛に対するお金。あんたアホなの？どこの誰がそんなもん払うのよ。世間知らずにも程がある。何も知らないのは自分だって気づくのにそう時間はかからないと思うし、説明もだるいからほっとくね。あ、じゃあ待ちなさい。今のどういう意味よ。うん、こうご期待ってことで。後日談。ミカ自身がお湯をかけたも同然ということで無事逮捕されました。3年間何もしなければ刑の執行はないとのことですが、私は絶対にやらかすと思ってました。判決が降りた数日後、実家に帰ったミカのもとへ弁護士から書類が届きました。ミカはすぐさま弁護士事務所に押しかけて、日本語が下手、漢字が多すぎるというクレームを弁護士さんに30分以上言い続けたとのこと。それでも納得がいかないミカは事務所内の備品を破壊し、事務員に怪我をさせました。おとなしくしていれば入らずに済んだ刑務所暮らしをご本人が選んだようですね。兄がゆずちゃんを引き取り実家に戻ってきました。仕事も出張もない部署に移動することができ、休みの日はよく二人で出かけています。私の顔のやけども幸い跡が残らずに済みました。これは一体何なの？どうかしました？あなた私に嫌がらせしてるつもり？これよこれ、信じられないわ。すみません、何のことをおっしゃってるのか。は？自分がしたこともわからないの？どこまでバカなんだか呆れちゃう。怒ってる理由教えてくださいませんか？気に障ることしました？気に障るどころの話じゃないわよ。私をバカにしてるとしか思えない。ああ、信じられない。どうしてこんな嫁もらっちゃったのかしら。一生の不覚だわ。朝から嫌な気分にさせるんじゃないわよ。すみません、嫌な気分にさせてしまって。どうしても思いつかなくて。
なんだろう。普段から話半分しか聞いてないものね。あなた私のこといくつだと思ってるの？65ですよね。実際の年齢の話をしてんじゃないわよ。どうせ年寄りだと思ってんのよね。こんなもの用意していい加減にしなさい。あ、食事のことだったんですね。昨日インプラントしたって言っていたので普通のご飯だと痛いかなと思って。ふーん、それでこんなにドロドロなわけ。どうしたらこんなドロドロになるのよ。圧力鍋で作ったんです。作り方を聞いたんじゃない。言葉の意味もわからないの？どうしたらこんなドロドロの食事を作るって思考になるの？こう聞けば意味がわかるかしら。二度も言わせないでくれる？噛まなくても食べられるようにしてみたんですけど、ダメでしたか？あなた、私と何年暮らしてるの？考えればわかることじゃない。朝食はいつもトーストって決まってるの。朝食の後はミルクたっぷりのアッサムティーを飲むのが一日の始まりなのに、それを台無しにして、こんな嫌な気持ちにさせるなんて信じられない。さっさと帰ってきなさい。じっくり説教してやるから。こんな時間からどこで油売ってんの？あなたの夫が一生懸命働いているのに、お気楽なものね。まったく神経疑うわ。ああ、かわいそうな空と。すみません。今自治会の集まりで、あと30分くらいかかるので、まだ戻れないんです。ソラトさんには話してあります。お母さんにも伝えてくれるって言ってたのですが、聞いていませんか？自治会？聞いてないわよ。なんで忙しいソラトに伝言頼むのよ。ソラトに負担かけるのなんて最低ね。そんなこと私に直接言えばいいでしょ。昨日言おうと思ったら、話しかけないでと言われたので。まあ確かに昨日はインプラントしたばかりだったから、麻酔が切れて痛かったせいで早く寝たけど、それならメモでも渡せばいいじゃない。ああ、気が利かないったらありゃしない。すっごいストレス。すみません。帰ったらすぐに作り直します。作らなくて結構。すっごくまずかったけど、我慢して食べたから感謝しなさいよ。ありがとうございます。何か買うものありますか？帰りにスーパー寄るので。は？家にいっぱいあるのに買い物。ソラトが必死に働いたお金、湯水のように使うのやめてくれる？ほんと無駄遣いの女王ね。買うものなんてないから、終わったらとっとと帰ってきなさい。わかった？わかりました。ちょっと、ふざけてんの？ああ、もう腹が立つ。今度はどうしました？昨日インプラントしたって教えたわよね。それともまた私の話聞いてなかったのかしら？こんな硬いもの用意して食べれるわけないでしょ。あ、そうなんですか。前回柔らかいもの用意したら怒られたので、いつも通りにしたのですが。前回は上の前歯、今回は奥歯をやったのよ。こんな硬いの食べたらせっかく入れたのに崩れちゃうじゃない。どうしてくれるのよ。そんなに私に嫌がらせしたいの？ほんと根性曲がってる。そんなつもり全くないです。前回の失敗を教訓にしたつもりだったんですが。教訓？何一つ生かされてないけど。しかもなんで家にいないのよ。家事もしないで昼間からどこにいるの？家事ならしました。洗濯も掃除も終わってます。今度は口答えして、いいご身分ですこと。偉そうにしてんじゃないわよ、嫁の分際で。怒ったら血圧上がってきたわ。あなたのせいよ。どうしてくれるの？口答えなんてしてません。聞かれたから答えただけです。それが口答えっていうのよ。覚えておきなさい。いつもいつも出かけてばかりで、家を守るのが主婦の務めよね。どこに遊びに行ったのか知らないけど、すぐに帰ってきなさい。それが、今日はソラトさんがランチしようって誘ってくれたので、ソラトさんとこれからランチするんです。ふざけないで。まだ11時前よ。なんでこんなに早くランチするのよ。おかしいでしょ。ランチはまだなんですけど、ソラトさんが会議で使う資料を忘れてしまって、資料を11時までに届けてほしいって言われたので早めに出てきたんです。
テーブルにメモ残してあるんですが。メモ？そんなもの。まあいいわ。ソラトが必要なものなら仕方ないわね。それならそうとメモじゃなく声かけていきなさいよ。お声かけたんですよ。でもぐっすり寝てたので起こすのも悪いかなと思って。ああそう、私が悪いってこと言いたいのね。好きで寝てたんじゃないわよ。痛くて眠れなかったから朝方痛み止め飲んだらそのまま寝ちゃっただけじゃない。嫌みったらしいわね。ああやだやだ、そんなに外がいいならもう帰ってこなくていいわ。そのまま実家に帰りなさい。あなたとは別に暮らした方がいいわね。そんな勝手なことばかりするならもう離婚した方がいいかも。ソラトには私から話しておくから。え、離婚？そんな急に言われても。それが嫌ならランチなんかしないで今すぐ帰ってきなさい。わかりました、すぐ帰ります。また出かけてるの？まったく懲りない人ね。しかもこんな時間まで。堪忍袋の尾が切れたわ。返事しなさいよ。どこまでバカにしているの？いい加減に返事くらいしなさい。すみません、バタバタしてて今手が離せないんですよね。後でもいいですか？いいわけないでしょ。私の夕飯どうしたのよ。嫁の分際で夕飯まで帰らないって私の時代じゃ考えられないわよ。夕飯なら作ってありますよ。冷蔵庫に入れてあるので電子レンジで温めて食べてください。今夜はお母さんの大好きなグラタンにしましたから、チーズもたっぷり入れてあります。チーズたっぷりってコレステロール上がっちゃうじゃない。私の体管理をするのもあなたの仕事でしょ。ああ怖い怖い、体おかしくされちゃう。こんな嫁と一緒にいたら長生きできないわ。もう許さない。二度と帰ってくるな。さっさと離婚するようにソラトにも言わなきゃ。あなたが悪いのだから慰謝料もいらないわよね。私そんなに悪いですか？悪いなんてもんじゃないわよ。こんな出来損ないの嫁見たことない。一生懸命やってるつもりなんですけど。笑わせないでよ。やってるつもりじゃダメなの。自分に与えられた役目さえできてないじゃない。そうですか、私じゃ不十分なんですね。そうよ、何回同じこと言わせるの。ああもう無理、あなたには出て行ってもらうわ。そうそう、これはソラとも了承してるから悪く思わないでね。今更謝っても無駄よ。ソラトさんからも聞いてます。そんなに私が嫌なら仕方ないですよね。わかりました、私なりに努力したんですが、これ以上嫌な思いさせるのは申し訳ないので、私その家を出ます。そう、それがいいわ。せいせいする。ソラともいい決断したわね。さすが私の息子。本当にいいんですか？お母さん後悔しません？今ならまだ間に合いますよ。何その上から目線。あなた何様のつもり？誰に向かって意見してるのよ。そんなつもりはありません。ただお食事の用意とかお洗濯とか掃除とか私がいないと困らないですか？あなた以上の人はいくらだっているわよ。あなたの料理食べるなら宅配頼んだ方がマシだわ。そこまでおっしゃるならわかりました。今日からもう帰りません。今までご迷惑をおかけしてすみませんでした。これからはお好きなように過ごしてください。そうさせてもらうわ。後で離婚届は送るから、ちゃんと書いて提出してね。離婚はしませんよ。家は出ますけど。はい。ソラトに聞いてるって言ってたわよね。また理解してないのね。ここまで来ると不憫だわ。ソラトさんに聞いたのは家を出ることだけです。何言ってんのよ。別居したら離婚するのも時間の問題じゃない。そうですか？そんなこともわからないの？ああ呆れちゃう。そうそう、ソラトに連絡しておかなきゃ。ソラトさんならもう知ってますよ。今一緒にいるので。あなたソラトに荷物運ぶの手伝わせてるの？
どこまでも最低ね。ソラトにすぐ帰るように言って。ソラトさんも帰りませんよ。は？あなた引き止めてるのね。無駄な抵抗してないでソラトから離れて。違います、ソラトさんの提案なんです。この前ソラトさんとランチするって言ってた日のこと覚えてます？書類を忘れて私が届けた日です。当たり前じゃない、覚えてるわよ。それがどうしたっていうのよ。その日にすぐに帰るからランチできないって伝えたら、どうしてって聞かれたので仕方なく LINE 見せたんです。そしたらソラトさんすごく怒って、もうあの家には帰らなくていい、すぐに引っ越す場所見つけるから待っててって言われて。は？そんなたわごと信じると思うの？ソラトから何も聞いてないわよ。引っ越すならまず私に話すでしょ。私もお母さんに話してからの方がいいって言ったんですが、お母さんに知られたら邪魔されるから絶対に話さないようにと言われて、今まで秘密にしてました。え？ちょっと待って、ソラトが計画したことなの？いやいや、そんなことない。あるはずないわよ。一体何が起きてるの？わかるように話しなさい。ソラトさんと私はお母さんの家を出て行きます。これからは一人の生活、楽しんでください。一人？私が一人で生活するの？私の食事はどうするのよ？掃除は？洗濯は？明日からは、あ、間違えました。今日からはお母様がご自分でやってください。いきなりだと大変かなって思ったので、夕食だけ用意してあります。ソラトには出て行けって言ってないわよ。どうしてソラトまで出て行くのよ。ソラトさんずっと我慢してたそうです。私が嫁いびりされてるのが我慢できなかったって。最初から同居しなければよかったよな。一度かばったら俺にバレないように陰湿になって、陰でやるようになった。この前も俺がいないと思ってユミのせいで子供ができない、出来損ないの嫁だって責めてただろ。それでもユミが仲良くなるまで応援してと言うから我慢してたけど、そんなユミの気持ち踏みにじって離婚しろって言われた時に、この親と一緒にいるのはもう無理だ、ユミを守るために家を出ようと決意したそうです。別居しても嫌がらせするなら親子の縁切るからとまで言ってくれて。信じられない。夢？夢でも見てるのかしら。どうしてこんなことになっちゃったの？お母さんが出て行けって言ったからですよ。その指示に従っただけです。言ったわよ。だからって本当に出て行くことないじゃない。もういいわ、ソラトに直接聞くから。あれ、見つからないわ、ソラトのライン。そこにいるなら私にラインするよう伝えて。ラインできないですよ。さっきブロックしたって言ってました。ブロック？ブロックって何よ。簡単に言うと連絡できないようにすることです。電話で着信拒否するようなものです。別に LINE なんかいいわ、電話すればいいだけだから。ちょっと電話がかからないんだけど。電話も拒否したって言ってましたよ。なんですって、ひどいじゃない、年寄り一人にするなんて。年寄り扱いするなって言ったのもお母さんですよ。とにかく一度帰ってきなさい。もう遅いです。引っ越しも無事終わりましたので。ソラトさん疲れてるみたいだし、もういいですか？ソラトに電話するように言ってちょうだい。わかりました、ちょっと待っててくださいね。話したくないそうです。しばらく顔も見たくないから会社に来るとかしないでくれって。ソラトが本当にそう言ってるの？信じられないわ。どうしたらいいのよ。もうどうにもなりませんよ。ご自分で蒔いた種だと思って一人でじっくり反省してください。お母さんと話してるとストレスでおかしくなっちゃうんで、もうこの辺でいいですか？待って、どうしたら戻ってくれる？謝ればいい？そしたら考え直してくれる？お母さんが何を謝るんですか？あなたに嫌味ばかり言ってたことよ。揚げ足取ったり出かけるたびに怒ったことも。なるほど、そうだったんですね。私に落ち度があるんじゃなくて嫌がらせしてたって認めるんですね。
認めるわ。それだけじゃない、反省するから。考え直してくれない？ソラトを説得してもらえない？もうこの溝は埋められません。お腹の赤ちゃんにストレス与えたくないので。赤ちゃん？赤ちゃんがいるのね。それならなおさらよ。大事な孫を産んでくれるユミさんを大切にするわ。孫が生まれるなんて楽しみだわ。でもどうして今まで黙ってたの？安定期に入るまでに何かあったらまたいろいろ言われると思って黙ってたんです。何ヶ月なの？もうすぐ5ヶ月です。そうそうなの。大事にしないとね。大事にします。そのために家を出たので。生まれたら私が面倒見るわ。ユミさんはゆっくりしてていいから。いいえ大丈夫です。生まれてもお母さんに預けることはないので。え、どうしてよ。私の孫なのよ。お母さんがいない環境でゆったりと子育てしたいんで。面倒なら実家の母がいるのでご心配いりません。いやよそんなの。これからはちゃんとするから。家事も私がするし、お願い、そんなこと言わないで。お母さん家事得意じゃないですよね。それにまずい食事食べたくないので無理です。こんなに謝ってるのよ。どうして分かってくれないの。土下座でも何でもするから、お願い許して。戻ってきて、この通りお願いします。絶対許しません。二度と会いませんから。そんな寂しいこと言わないで。一人は嫌よ。やっとできた孫なのに。やっとですみません。そういう意味じゃないの。違うのよユミさん。嫌な気分にさせてごめんなさい。このままじゃ体おかしくされちゃうので、私もブロックしますね。それとソラトさんに親子の縁切られないように気をつけてくださいね。ユミさん待って、お願いよ、お願い、お願い。その時の LINE のやり取りを見て、さらに怒りが頂点に達したソラトは、戸籍の分析をして親子の縁を切りました。ソラトも私もお母さんとはあれから一度も会っていません。噂では一気に年を取って見る影もないとのことです。私は無事に男の子を出産しました。夫と子供と3人で幸せな暮らしを満喫しています。お前、俺に殴られたぐらいで入院って情けない男だな。大出血して俺救急搬送されたんですよ。いちいち大げさなんだよお前は。鼻の骨折れてたんで明日手術です。そうか、よかったじゃないか。手術ついでにお前のその団子っ鼻も少し高くしてもらえ。アホ面が少しはまともになるだろう。そんなひどい言い方、むしろただで整形できてラッキーだよな。どういう意味ですか。今回のことは社長の息子である俺が労災許可をやるって言ってんだよ。金のことは心配するな。一方的に殴ってきてなんで労災なんですか。申請はしませんよ。は？まさか被害届は当然出さないよな。出したらクビだから。そんな、とにかく会社の方はしばらく休ませていただきます。ああ、何？仕事休むわけ？手術するような重傷ですよ。医師からも3日は入院するように言われています。お前がいなかったら仕事が増えるだろ。大事な契約迫ってるのに上司の俺に仕事押し付けんなよ。そんなこと言われても、休憩中に突然殴ってきたのはたくまさんじゃないですか。避けない、お前が悪いんだよ。俺はコーヒーを飲んでただけです。何か悪いことしました？コーヒーの話じゃねえよ。お前昨日の夜、さゆりと街歩いていただろうが。会社の受付の？それが何か？ふざけんなよ。上司の俺を差し置いて、お前みたいな平社員が気安くさゆりに近づくな。一緒に歩いていただけですよ。彼女はうちの会社の自慢の受付嬢だぞ。超美人のさゆりとお前が付き合うなんて100年早いわ。俺さゆりと付き合ってなんかいませんよ。さゆりだ！生意気な、呼び捨てする仲のくせにとぼけんなよ。彼女は俺の中学時代の同級生っていうだけです。昨日は同窓会の帰りだったんですよ。それにそんなことどうでもいいんだよ。仕事中もさゆりと話してるところを俺は何回も見てんだよ。仕事サボってイチャついてんじゃねえよ。ボーナスカットな、親父に言っとくわ。そんな、
他の社員だってさゆりと話してますよ。もしかして俺がさゆりと付き合ってると勘違いしてたくまさん俺のこと殴ったんですか？ちげえわ。とにかく今後さゆりには絶対に近づくな。次期社長の俺に口答えしたらクビだからな。俺は林博士、26歳、都内の大学を卒業後今の会社に就職して4年目になるサラリーマンだ。大きな不満はない。ただ唯一苦手な人物、それが LINE の相手であるタクマだ。彼は社長の息子で、少しでも機嫌を損ねるようなことを言えば部下だろうが上司だろうがお前らクビだと日常的に激怒。80キロ級のタクマに俺たち社員はいつも腫れ物でも触るように接しているのだった。タクマに物申せる人物がいないということもあって、部下に自分のミスを押し付け手柄を自分のものにするなどやりたい放題のタクマにもかかわらず、現社長であるタクマの父親はこの事実に気づいておらず、息子のことをかなり過大評価しているのだった。とはいえ今回の件を労災で片付けようとするタクマの LINE に、さすがの俺も心穏やかにはいられない。俺は警察に被害届を出し、慰謝料を請求する覚悟を固めていたのだが、術後タクマは信じられない言葉を俺に投げつけてきたのだった。2日後、タクマさん、病院来るなら事前に連絡くださいよ。ちょっと病室離れた隙に大量の雑誌の山、これ何なんですか？見舞い品だよ。俺からの気持ちだ。入院中どうせ暇なんだろ、それ読んで勉強しとけ。50冊以上もあるのに入院中に読み切れる量じゃないですよ。それに勉強ってどういうことですか？穴場のデートスポットとか女性におすすめの店とかネットにないこと書いてあるだろ。さゆりが喜びそうなとこ調べといてくれ。はい。ちょっと意味がわからないんですけど。お前とさゆりは仲も良さそうだし、さゆりを俺の彼女にするためにお前に一役買ってもらうんだよ。彼女？何言ってるんですか？だってお前さゆりと付き合ってないんだろ。そうですけど。なら俺とさゆりをうまいことくっつけてくれ。今度お前の退院祝いってことで俺が食事をおごってやるから、その時さゆりも連れてこいよ。さゆりもですか？さゆりと食事会するいい理由ができたな。店はお前に任せてやるから。すみません、食事会は無理です。はあ？実はさゆりには彼氏がいるんです。というかさゆりは俺の兄貴の彼女なんですよ。そうなのか。やっぱ付き合ってるやつがいるのか。でもお前の兄貴なら楽勝だな。え？兄貴にさゆりと別れるように言っとけ。どうせお前と同じで兄貴も頼りないもやし男だろ。そんなことないですよ。兄貴さゆりのことめちゃくちゃ大事にしてますから、別れさせるなんて無理です。それをどうにかして俺とさゆりを付き合わせるのがお前の役目なんだよ。そんな無茶なこと言われても困ります。言っとくけどな、そもそも俺に勘違いさせたお前が悪いんだよ。責任取れ。勝手に殴ってきて。たくまさん、それはあんまりですよ。俺はただ一緒にさゆりと歩いていただけなのに。それを見て俺のハートに火がついたんだよ。さゆりを絶対俺の女にしてやるってな。だから今言ったことは上司命令だから。これって完全に仕事に関係ない話ですよね。上司だからってめちゃくちゃな命令ですよ。つべこべ言うな。それからもう一度言っておくが、被害届出そうとか変なこと考えるなよ。出したらクビだから。退院後、たくまさん、やっぱり退院祝いの食事会ですがお断りしてもいいですか？ああ、そんなの許さねえよ。実はさゆりを行かせないって兄が怒ってるんですよ。うるせえ兄貴だな。別れるように説得しとけって言っただろ。だからそれは無理ですって。うちの兄さゆりにベタ惚れですから。ほんとうざいやつだ。だいたいお前も食事会することなんかいちいち兄貴に言ってんじゃねえよ。ブラコンかよ。俺じゃないですよ。さゆりが兄に言ったみたいです。たくまさん、今日さゆりに俺の退院祝いを兼ねて食事会するからさゆりも参加しろって言いましたよね。ああ、相変わらずさゆりの俺に対する笑顔は最高だったわ。彼女は笑顔のプロですからね。あれは仕事の笑顔とは違うって。実は俺の方も正直入院中の仕事が溜まってて、しばらく残業が続きそうなんです。食事会してる時間なくて、さゆりとの食事が目的ですよね。直接さゆりに交渉してもらえますか？いきなり俺とさゆり2人で食事ってか。まあそれも悪くないな。それを聞いて兄がどう反応するかは分かりませんけど、その方が話が早いかと思います。そうか、じゃあそうさせてもらうわ。お前の兄貴が何て言ってこようが俺には関係ないからな。
気をつけてくださいね。兄は結構強いですよ。お前が弱すぎるだけなんだよ。つべこべ言うなら兄貴の鼻もへし折ってやるわ。できますかね。ああ、いや、俺の兄貴はいろんな意味で俺と真逆なので怒らせると怖いんですよ。元柔道部の俺がそんなことでビビるとでも思ってんのか。そういうわけじゃないですけど、だいたい俺は社長の息子だぞ。自慢じゃねえけど金もそこそこあるんだよ。確かにそれはそうですね。年収も外見も頼りないお前らもやしブラザーズより俺の方がさよりにふさわしい男なんだよ。文句でもあるならいつでも来いって伝えとけ。1週間後。お前さよりに何か吹き込んだんだろ。マジでクビにするぞ。こんな夜にいきなり何ですか。さゆりが急に冷たいんだよ。挨拶も返してくれないし、俺と視線すら合わせようともしないんだぜ。ああ、そのことですか。お前、何か知ってるな。怒らねえから教えろ。そう言われましても。いえ。じゃあ、言わせていただきますけど、さゆりは、たくまさんの言動に迷惑してますよ。はあ！てめえ、嘘言ってんじゃねえぞ。やっぱり怒るじゃないですか。うるせえ。さゆりは何て言ってんだよ。断ってるのに何度も食事に誘われて困ってるって。くそ、この回誘っただけじゃないか。そんなに誘ったんですか。それしつこすぎですよ。さゆりは俺の魅力を分かってないんだ。俺のこと勘違いしてんだよ。そうですかね。でももうさゆりのことは諦めた方がいいかと思いますよ。俺はな、さゆりを一目見た時から自分の女にするって決めてんだよ。さゆりに金一生苦労もさせない。だから俺はさゆりのために童貞を貫いてきたんだ。え、そうなんですか。まあさゆりに対する熱い思いは分かりましたけど、兄もさゆりから事情を聞いてそろそろ限界来てるみたいです。限界？笑わせるな。そっちこそ彼氏だからってさゆりのことを縛るのはもうやめろ。俺が直接言ってやる。今から兄貴連れて俺の家来い。俺もう風呂も入って酒も飲んじゃったんで無理です。上司命令も聞けないのか。お前ほんとクビな。明日から来なくていいわ。クビってそんなこと言わないでくださいよ。お前が説得できなかったんだから当然だ。あ、なんだよ。兄が今から行くって言ってます。ああ、いい根性してんじゃねえか。待ってるぞ。兄のスイッチ完全にオンですけど大丈夫ですか。言ったろ、俺は元柔道部なんだよ。そうでしたね。でも兄も元プロレスラーですよ。え、プロレスラー？お前の兄貴ももちろんもやしだよな。いえ、こないだ言いませんでしたっけ。俺たち兄弟真逆なんですよ。俺は細身でもやし男ですけど、兄は190センチ超えの土佐犬って感じですかね。なんでもやしの兄貴が土佐犬なんだよ。遺伝子って不思議ですよね。俺たち兄弟なのに全く似てなくて、俺は母親になんですけど、兄は性格が父親そっくりで血の毛も多いから怒ったら止められないですよ。お前クビって言われて俺をビビらそうとしてるだけなんだろな。違いますよ。でも元柔道部の拓馬さんなら兄といい勝負ができるかもしれないですね。久々にさゆりをめぐって本気の戦いが見られそうで俺もちょっと興奮してきました。戦いって、おい林、兄貴を止めてくれ。そんなの無理ですよ。兄のエンジンもう全開です。俺柔道部だけど本当は白帯なんだよ。またまた冗談言わないでくださいよ。冗談じゃないよ。マジですか。ああ、やばいですね。たくまさん、お願いだ、兄貴を止めてくれ。こうなったら俺にはどうしようもできないですよ。それからこんな時に重ねて申し訳ないですけど、父も行くって言い出してるんですが、いいですか。は、父親、なんで親父が出てくんだよ。たくまさん、俺のこと殴って骨折までさせておきながら俺をクビにしようとしてるんですよ。しかも兄貴の彼女を奪おうとしています。大概の親なら怒ると思いますが。やめてくれ、父親まで来なくていいから。兄貴が父親にってことは父親も土佐犬なんだろ。ええ、というか父は土佐犬を超えて闘牛ですかね。俺をおちょくりやがって。これ全部嘘だよな。俺に殴られた腹いせか。父親も実は干からびたもやしだったってオチだろうが。いえ、たくまさん、うちの父中国人でマフィアですよ。マフィア、中国人。こんなこと本当は言いたくなかったんですけどね。だってお前林太郎、日本人じゃねえのか。俺の元の名前は林ハオユーです。俺だけ日本に帰化して林になったんですけど、兄も父も林のままですよ。え、それから父ですが、
フェイシャンフェイで生きる人間ですからね。黒社会ってマジかよ。うちの会社の取引先の関係を切ることぐらいいくらでもできるんです。俺のことをクビにしたら、これまで先代が苦労して取った契約が全て元々なかったことになるかと思いますが、俺やっぱクビですかね。いやクビなわけないよ林くん。そうですか、よかった。明日も無事出社できますよね。どうぞぜひ出社してください。あ、でもたくまさんが出社できないかもしれないですね。どういう意味だよ。もうすぐ兄と父が到着しますよ。リンリン。おい、悪い冗談やめろ。俺が悪かった。林くん、これまでのことを全部謝るから、どうか俺のことを許してください。後日だ。その直後、父と兄がたくまさんの自宅に到着。顔を見るなり失神したため、話し合いはできずに終わりました。改めて社長とたくまさん2人で高級菓子折りを持ち、青ざめた顔で我が家にやってきて、一度も顔を上げることなく謝り通していた親子。今回の騒動で、これまでに息子が社員にして数々の悪行を知った社長はたくまさんを感動、もちろん容赦なく解雇。たくまさんはボロアパートで一人暮らしをしながら必死に就職活動し、現在ようやく見つけた職場で鬼社長にしごかれているそうです。俺は今回の件でかなり痛い目に遭いましたが、被害届を出すことはやめ、治療費の全額と1000万の慰謝料をたくまさん自身が支払うという条件で示談することにしました。たくまさんがいなくなってからというもの、いかに職場が彼の存在に脅かされていたのかということを痛感。今は職場の雰囲気も良くなり、みんなで志一つに仕事に励んでいます。ちなみに俺の兄貴とさゆりは半年後に結婚することが決まりました。来年にはもしかして俺もおじさん。子供がどっち になるか楽しみです。結婚の挨拶に行ったら、あんたら貧乏くさすぎてビビった。香川さんですか。そうだよ、あんたの娘の婚約者の香川俊治。娘が婚約者を連れてくると言うから楽しみにしていたのですけど、がっかりしました。あ、それはこっちのセリフだ。金持ちの娘だって聞いてたから期待していたのに、家がまさかあんなボロ屋だったなんて。しかも親はただのパート主婦、これじゃ詐欺だ。娘はうちが金持ちだとか言ったんですか。言わねえけどよ。じゃあ別に詐欺でもなんでもないですよね。美人だし俺にふさわしいお嬢様だと思ったんだ。これじゃ俺と釣り合わない。それは良かったです。どういう意味だよそれは。釣り合わないのであれば、この結婚はなかったことにするんですね。そうは言ってない。なんだ違うんですか。そうだ、ありがたいだろ。想像以上の貧乏だったが、そこは目をつぶってやる。目は開けてる方がいいですよ。あんなボロ屋をまともに目を開けてみたら悲惨すぎる。よくあんな家に住んでいられるな。亡くなった主人が家族のために購入してくれた大切な家です。だからなんだ、あんたも安っぽい格好をしてたし、しかもさらに貧乏くさいジジイまでいた。一緒にいたのは私の父です。娘が結婚相手を連れてくるというので父にも来てもらっていたんですけど、貧乏神かと思って思わず金を投げてしまったよ。お払いしようと思ってな。まさかお金を投げつけてくるような人がこの世にいるなんて。貧乏にだけはなりたくないからな。厄払いしてやったんだよ、ありがたく思え。金は有り余ってるしな。お金というのは決して粗末に扱ってはいけないというのが私の父の教えです。いかにも貧乏の親が言いそうなセリフだ。1円を笑う者は1円に泣くって言葉ご存知ですよね。知らねえよそんな言葉。なんだよ1円って。そんなの金じゃねえし、小銭なんてゴミだ。お話になりませんね。あなたのような男性が娘の婚約者だなんて。俺は社長様だぞ。お前らからしたら天上人だ。その上イケメン。そうでしょうか。ごく普通の一般人かと思います。なんという無礼なやつだ。俺をそこら辺のクズどもと一緒にするな。私の周りにはいないタイプですけど。あ、それは褒めているのか。そう思います。確かに群を抜いていますが。なんだ分かってんじゃねえか。まあそうまで言うなら貧乏人でも仕方ねえから結婚してやるよ。できれば遠慮させていただけませんか。無理しなくたっていいってことよ。金井は顔だけはいいから連れて歩くには悪くない。お褒めいただくのはありがたいですけど、あんたも俺みたいな婿が見つかって万々歳だな。いえ、自分の家が貧しすぎて恥ずかしがってるのか。その気持ちは分からなくもない。
そんな風には思っていないです。それで俺が投げた金は拾ったのか？もちろん拾いました。さすが貧乏に。お金を床にばらまいたままにはできないので。マジで貧乏くせえな。あの金は恵んでやるよ。ありがとく思え。私は砂田智代、52歳です。一人娘は26歳、夫は娘が6歳の時に病気で亡くなりました。その娘が勤めている会社の取引先の社長と結婚の約束をしたと言ってうちに連れてきました。それがまさかあんなとんでもない男だったとは。仕事をしている姿は格好よく見えていたらしいですが、さすがに賛成しようという気持ちにはなれません。さてどうしたものやら。2週間後。おい、お前らの家が燃えたって？どうして知ってるんですか？カナエから聞いた。ここ1週間ほど連絡取っていないと聞いてますが。あんたがいい顔しないから内緒にしてたんだよ。娘の結婚を祝えないような親だからな。罰が当たったんじゃないのか？え？それで今どこに住んでるんだ？今は父の家に身を寄せています。あのジジイの家、きっとさらにボロい家だろう。そういう言い方はちょっと。あんなボロや、むしろ燃えてよかったんじゃないか。土地も売れば金になるぞ。あそこは場所はいいから金になる。なんてひどいことを言うんですか。夫が残してくれた大切な家なんです。だったら火災保険とか降りたんじゃないか。その金で結婚式を挙げてやる。どうだ、嬉しいだろ。あまりにも失礼です。家に住めなくなったというのに結婚式を挙げられるなんて考えられません。俺が結婚してやるって言ってるんだ。素直に喜べ。安心しろ、もう式場は決めてきてやった。はい。しかもラインホテルだぞ。この俺様にふさわしい超一流ホテルだ。あの娘は、カナエは承知したんですか？あいつはこの間挨拶に行ってからちょっと考えたとか言い出してる。それなのに勝手に決めたんですか？しかもうちが大変なことになっているのに。貧乏な家がさらに貧乏になったくらいで騒ぐことはないだろ。心の広い俺様がそれでも結婚してやるって言ってるんだ。感謝しろよ。全然ありがたくありません。娘の結婚を素直に喜べないなんて、なんてひねくれた親だ。娘の幸せは願ってますが。ならもっと嬉しそうにしろ。だから今はそれどころじゃないんです。家が燃えてなくなったんなら土地は売ってしまえばいい。はい。それは持参金としてもらってやるから。家の保険金を式代にして土地のお金を持参金にするなら香川さんは何も出してないことになりません。その代わりこの間投げたお金はあんたにくれてやる。いりません。どうせ結婚に反対してるのは式に着てくる服がないからだろ。そういうことではないです。恥ずかしいのはわかるが隠さなくてもいい。あの金は使わせてやると言ってるんだ。使う気はありません。娘に返すようにと渡してあるはずですが。ああ、そういえばカナエがそんなこと言ってたな。しかし俺も男だ。一度出したものを引っ込めたりしない。俺が恵んだ金で少しでも見た目整えて結婚式に来いよ。ブサイクでも金かけりゃちょっとは見えるようになるだろ。ここまで気を使ってやってるんだ、文句はないだろ。ひどすぎます。あんたみたいな貧相な親でも結婚式に呼んでやるんだから、俺って寛大な男だろ。せいぜい感謝しろ。3週間後。おい、あんたの家の土地はいくらで売れそうだ？何の話ですか？こないだ言ったじゃないか、家がなくなるんだ、土地は売るのが当然だろ。売りません。持ってても役に立たないだろ。売れば金になる、その金を俺が有効利用してやると言ってるんだ。お金持ちなのになんで私たちのお金を当てにしてるんですか？貧乏人の娘と結婚してやるんだから、それくらいの見返りはあってもいいじゃないか。こっちが頼んだわけでもないのに。もう式の日取りも決めてきてやった。都合のいいことにキャンセルが出たんだ。来月だぞ。そんな勝手な。手間を省いてやったんだよ。でも私は式には行きません。なんだそれは。あ、もしかして今頃になって恥を知ったか。貧乏ってみっともないからな。娘も行きませんが。は？恥を知ったみたいです、あなたの横に並ぶことに。意味不明だ。だいたい今更何言ってるんだ。花嫁が来ないでどうやって式を挙げるんだ。そんなことは私は知りません。娘は結婚を考え直したいってずっと言っていたはずです。それを勝手に進めたんでしょ。あんなのただのマリッジブルーだろ。式を挙げてしまえばそんな気持ちは消える。
結婚より前にあなたには罪を償ってもらう必要があります。なんだそれ、意味がわからんわ。自分が何をやったか分かっているでしょ。何もしていない。とぼけても無駄ですよ。うちの防犯カメラにあなたが映っていましたよ。あんなボロ屋に防犯カメラ。父が女二人暮らしだから用心した方がいいってつけてくれたんです。でもそれが何だって言うんだ。防犯カメラに映ったら罪になるのか。バックじゃないのか。タバコを吸いながらうちを見てましたね。寝踏みでもしてました。何のことだ、意味わからんこと言ってるな。香川さん、うちの裏にタバコのポイ捨てをして帰りましたよね。だから何なんだよ、それが罪になるとでも言うのか。もちろんそれだけでも罪になりますよ。タバコのポイ捨ては廃棄物処理法違反です。でもそれだけじゃありません。他に何があるんだ。うちから火が出たのはその直後です。え、消防署の調べで火事の原因はタバコだってことは判明しています。俺のタバコだなんていう証拠はない。防犯カメラに残っているあなたの姿と出火時間が合っています。は、とんでもないことをしでかしましたね。待て、家が燃えたのにそんなもん残っているわけないじゃないか。俺をはめおったってそうはいかない。全焼したわけでもありませんので残っています。え、でもカナエが火事で家に住めなくなったって言っていたぞ。燃えたのはキッチンの一部だけです。でもキッチン使えないと不自由ですし、それに家中に巣が充満していて壁や天井の掃除をしなくてはしばらく住めそうにはありません。ちっ、どうせなら全部燃えちまえばよかったのに。なんてこと言うんですか。じゃあなんで俺が家がなくなったんだろうと言った時否定しなかったんだ。あなたが土地を売れとか保険金とか言い出すからどういうつもりなのか様子を見ようと思って。やっぱりお金目当てだったんですね。そうじゃない。だからあなたが寝踏みするようにうちを見ていた映像がしっかり残っていますよ。誤解だ、ボロ屋だと思って見ていただけだ。本当に失礼な人ですね。でもその程度で済んだんなら俺の罪なんて大したことはないな。あなたのポイ捨てが原因で火事が起きたことに変わりはありません。わざとじゃない、ただの過失だ。過失なら罪にならないとでも。俺は未来の息子じゃないか。ご冗談を、そんな未来はありません。ここは示談ってことで。示談って、うちの土地のお金や保険金を当てにするくらい本当はお金に困っていたのにどうやって示談金を払うんですか。何のことだ。あなたの会社業績不振で親会社に吸収合併されるんでしょ。負債も抱えてるとか。その話はまだ社員にすら話していない極秘事項だ。なんであんたが知ってる。私の父はあなたの会社の親会社の会長なんですよ。は、父ってあのジジイのことか。そうです、私の父は他におりませんので。アホか、俺がそんな嘘に騙されるとでも思っているのか。事実です。あのな、顔を見たことはなくても俺だって親会社の会長の名前くらい知ってる。そうなんですか、てっきり知らないのかと思っていました。バカにするな、会長は須磨圭一って名前だ。カナエもあんたも名字は砂田だろ。何が親子だ。須磨は私の旧姓です。え、夫は亡くなりましたが結婚しましたので名字は変わっていますよ。絶対嘘だ。父の顔覚えています。覚えてるよ、めったに見られないくらい貧乏くさい顔だった。じゃあ社名と名前で検索すれば写真出ますから見てください。え、ちょっと待て、出た。お化けみたいに言わないでください。じゃマジであんた会長の。ええ、そうです。ならなんでもっと早く言わないんだ。普通会長が父親なら自慢するだろ。父が立派なのは私の功績ではありませんし、それに自慢って。俺なら自慢しまくる。そうでしょうね。それじゃあなんであんなボロ屋に住んでるんだ。紛らわしいじゃないか、俺を騙すための家か。よくわからない発想。前に言いましたよね、あの家は生前の夫が私と娘のために購入してくれた大切な家だって。それに親子二人で住むには十分です。俺なら絶対親父に言ってでかい家を買ってもらうのに。私たちには思い入れのある大事な家です。大きければいいとは思っていません。家を虚勢を張るための道具と思っているあなたにはわからないかもしれませんね。全然わからない。そうですか。あの、物は相談だが、その防犯カメラの映像は消してくれないか。はあ、
そんなことするわけないでしょ。もう警察にとっくに提出しています。まもなく警察が事情を聞きに行くと思いますよ。嘘。もし初めからあなたが普通に挨拶していたのなら、私たちは結婚を喜んでいたでしょう。そうなったら孫に甘い父が娘の夫となるあなたには目をかけたでしょうに。これであなたは何もかも失いました。残念なことをしましたね。そんな、お母さん、僕を助けてください。今ゾワゾワとおかんが。その呼び方はやめてください。あなたの義母になることは未来永劫ありませんので。そんなこと言わずに、お母さん。なんだかゾクゾクしてきたので、これで終わらせていただきます。あなたはおとなしく警察が来るのを待っていてください。待ってください、お願いします、お母様。後日談。香川さんはあれからどこかに逃げようとしたため警察に捕まったそうです。失火罪ということで実刑になるかどうかは分かりませんが、逃げたのはまずかったですね。もちろん弁済はしてもらえますが、借金も相当あるようなのでこれから大変でしょうね。燃えてしまった部分の修理は間もなく終わりますので、思い出の家にまた戻れます。これからも大切に住みたいと思います。娘はもう少し落ち込むかなとも思っていましたが、案外元気に会社に行っているので大丈夫のようです。近いうちに父と3人で気晴らしに温泉にでも行こうかなと思っています。息子が亡くなったんだから他人のあなたと住めないわ。お母さん、なんでそんなこと言うんですか。サトルの四十九日も終わったし、さっさと出て行きなさい。いきなりそんなことを言われても困ります。サトルの嫁だからと思って同居をしてただけ。息子なき今一緒に暮らす意味ある。私はお母さんの義理の娘です。それは理由になりませんか。は？あんたを娘だなんて思ったことはないわね。お母さんはそうでも、私は母親だと思って接してきました。確か前に言ってたわね、自分には親がいないから本当の親だと思っていいかって。はい、そう思って暮らしてきました。迷惑なのよ。え？実の子じゃないのにそんな気持ち悪いこと言われて鳥肌が立つの。お母さんだってお父さんを亡くされて辛い思いをされたでしょ。だから何よ。私も夫を亡くしました。二人で支え合って生きていきませんか。あんたの支えなんかいらないんだけど。私この家を追い出されても行くところなんかありません。サトルの保険金があるでしょ。それで好きなところで好きに暮らせばいいじゃない。これはお母さんと大事に使おうと思っていたのに。あんたがいらないなら私が全額もらうけど。お母さん一体どうしたんですか。昨日まではこんなこと言わなかったですよね。四十九日が終わったら言おうと決めてたのよ。それまでは我慢してたの。ああ、苦痛だったわ他人と暮らすの。そんな。まあ引っ越し先を決めるのに時間もかかるでしょうから、あとしばらくはいていいわ。本当にそうしなきゃいけないんですか。当然でしょ。ただ私はもうあなたの顔を見るのも嫌だから、あなたが出ていくまでは親戚の家にお世話になるわね。そこまでしますか。ヘドが出そうなのよあなたを見てると。ひどいです。嫁と姑なんてどこもこんなもんでしょ。悟の手前いい義母を演じてたけど、もうその必要もないし。今まで優しくしてくれたのは全部嘘だったと。そういうこと。やっと本音が言えて心からすっきりしてるの。わかりました。それがお母さんの本音ならこれ以上ここにいるわけにはいきませんよね。物分かりが良くて助かるわ。引っ越し先が見つかり次第すぐにご連絡します。二度とその面を見せるんじゃないわよ。私はユキコ、38歳です。夫は先日高速道路でトラックに衝突され40歳で帰らぬ人となりました。私たち夫婦は結婚当初から義母と同居していました。とても穏やかで優しい人で、世間一般の嫁姑問題とは無縁だったし平和に暮らしていたのです。でもそれが全て義母の演技だったとは。私は夫との思い出が詰まったこの家で暮らしたかった。たまに義母と夫のことを思い出して一緒に笑いたかった。もうそんな願いも叶わないようです。
私は急いで新居を見つけ、10年住んだ家を後にしました。引っ越して10日ほどした頃、義母から理不尽な LINE が届きました。それは私の思いを無視した、とてもひどいものでした。1ヶ月後。あなた、サトルの形見持ってった？はい、彼が使ってた万年筆と毎日つけてた時計を。返しなさい。え？誰が持って行っていいって言ったのよ。確かに許可はもらってませんが、夫の形見です。もらう権利があると思ってました。すべて売ってお金にするから、さっさと返して。売るなんて本気ですか？そりゃあなたは保険金が下りてホクホクでしょうけど、私には1円も入ってないの。サトルの遺品を売って現金にするくらい町は当たらないでしょ。お金なら保険金の半分をお母さんの口座に振り込んだでしょ。あなたからの施しなんかいらないわよ。年寄りをバカにしないでくれる？私だって5000万なんて大金持ってても仕方ありません。お金なら送り返したから。え？あなたの手垢のついたお金なんかいらないわ。もし受け取って恩を売られたらたまったもんじゃない。そんなことしません。たく、意地汚い嫁だわ。保険金があるくせにサトルの高級時計まで持ち出すなんて。そんな目的でいただいたんじゃありませんから。後からなら何とでも言えるわよね。こんなにがめついなんて10年も暮らしてて気づかなかったわ。違うって言ってるのに、サトルさんがいなくなったからって私そこまでお母さんから敵視されないといけませんか？そうね、サトルが他界したのはあなたのせいだと思ってるもの。なんでですか？それ、あの日サトルが高速に乗ってどこに行ってたか知ってる？仕事じゃないんですか？テレビを見ている時にあなたが美味しそうと言ったお菓子を買いに隣の県まで行ってたのよ。嘘。あんたがあんなことを言わなければ、サトルは。ごめんなさい、私何も知らなくて。息子をそんな目に遭わせたやつと一緒に暮らせると思う？おっしゃる通りです。お母さんが私のことを許せない気持ち、やっと理解できました。わかったならこれが最後の連絡よ。遺品はすべて宅配便で送りなさい。わかりました。一人で勝手に生きていけばいいよ。お母さん、どうかお元気で。あなたに心配されたくない。2ヶ月後。ご無沙汰しております。誰かしら？ユキコです。二度と連絡するなと言ったわよね。そのつもりでしたが事情が変わりました。お金の無心ならないわよ。違います。お母さん入院されてますよね。え？脳梗塞で倒れたんでしょ？なんであなたが知ってるのよ。その病院でお母さんの担当している看護師は私の友達なんです。看護師が勝手に情報を漏らしたってこと？彼女を怒らないでください。私が無理やり聞き出したんです。どういうことよ。彼女とご飯食べることになって、お姑さん大変なのにお見舞いに来ないのって言われて。まさかあの人とあなたが知り合いだったなんて。私、友達には同居を解消したこと黙ってたんです。だからいつまでも見舞いに来ない私を不思議に思ったらしくて。見舞いなんて不要よ。それでどういう経緯で同居解消するに至ったか彼女に話したんです。そしたら意外なことを言われました。それ以上は結構よ。私病人なの。そろそろ失礼するわ。待ってください。お母さんが私に冷たくした理由全部聞きました。たく、私に新しい人生を送ってほしかったからなんですね。さあね、何のことだか。いずれ私に再婚してほしい。その時に自分が邪魔になる。そう思って私を遠ざけた。そうですよね。遺品を取り上げたのも思い出が邪魔になる日が来ると思ったからなんでしょう。だから何のことだかわからないって言ってるでしょ。お母さん、もういいです。正直に言ってください。その通りよ。いつまでもうちに縛り付けておくわけにはいかないでしょ。私の人生は私が決めます。誰と暮らすかも私が選択したいんです。サトルの葬儀の時、あなたがこれからは二人で支え合っていきましょうねって言ってくれた時は嬉しかった。でも同時に思ったの、あなたの残りの人生をこんな年寄りの面倒を見るだけで終わらせちゃいけないって。私はあの家でサトルを思い出して
お母さんと笑いたかったです。そんなの数年もすれば思い出すことも少なくなる。あなたは新しい人と結婚して幸せになるべきなの。もしいずれそういう日が来たとしても私はお母さんを見捨てるつもりはありません。サトルがいなくなった今、私とあなたは他人なのよ。私の本籍はまだあのご実家です。私の夫はサトルだし、私の母はあなたなんです。ユキコさん、気持ちはありがたいけど、せっかく新しい生活を始めたんだもの。どうかそのまま続けてほしいの。一人で暮らしてても全然楽しくないんです。お母さんと買い物に行ったり、テレビ見て笑ったり、そういう風に暮らしたいんです。今はそう思うだけよ。それに私38歳ですよ。今から恋愛して再婚だなんて、そんなパワー残っていません。何言ってるの、まだまだ若いわ。人生はこれからよ。わかりました。人生も恋愛も諦めません。ただお母さんのことも諦めませんから。何言ってるの。私に好きな人ができればお母さんに紹介するし、結婚したくなったらそう言います。それまでは一緒に暮らしますから。せっかく私が団長の思いで追い出したのに戻ってくるなんて。これからリハビリも大変なんでしょ。どっちみち一人で暮らすのは無理なんです。でもあなたに頼るわけには。私が戻りたいと言ってるんです。どうか許可していただけませんか。あなたって人は、やっぱりお母さんは優しい人でした。あの演技は本当に怖かったですけど。私だって苦しかったのよ。思ってもないことを言わなくちゃならないんだから。私泣いたんですからね。ごめんなさい。あ、もう一つ謝らないといけないことがあるの。何ですか。サトルがあなたの好きなお菓子を買いに行って事故に遭ったって話、あれ嘘なのよ。本当は私のために買いに行ったの。そうだったんですか。あなたを遠ざけるために嘘に歯止めが効かなくなってたくさん傷つけたわね。本当にごめんなさい。もういいんです。本当のお気持ちが知れたから気にしていません。ありがとう。あなたは優しい人ね。右足が少し不自由なんですって。そうなの。手は動くんだけどね。私が支えます。私ばかり支えてもらうのは申し訳ないわ。何言ってるんですか。お母さんも支えになってますよ。私が、私にお母さんと呼ばせてくれること、その存在自体が支えなんです。そう言ってもらえると救われるわ。今からお見舞いに行きます。家の鍵もいただきますね。わかった、待ってるわ。何度も言うけど、あなたにもっと大事な人ができた時は遠慮なく言うのよ。わかってます。その時は必ずお母さんのことも大事にしてくれる人を見つけますから。私のことはいいの、自分の幸せだけ考えなさい。はい。そろそろリハビリの時間なの。いってらっしゃい。あ、そうだ。何？お母さんありがとう。何よ突然。生きていてくれてありがとうございます。今の言葉をもらって生きていてよかったと心から思えたわ。こちらこそありがとう。リハビリ頑張ってください。私が戻ってきたらスパルタですよ。容赦なさそうだから怖いわ。頑張らなきゃね。落ち着いたらサトルの写真持って一緒に温泉行きましょう。いいわね、楽しみにしてるわ。さてと、引っ越しの手続きしなくっちゃ。後日談。その後改めて実家に引っ越した私は、退院する義母を迎え入れるためバリアフリーの工事をしました。サトルの保険金がこんな風に役に立って彼も喜んでくれてると思います。義母は無事退院。リハビリを頑張ったおかげで今はしびれが少し残る程度です。義母に拒絶された時は本当に辛かったですが、今となっては
より絆が深まり良かったと思っています。念願の温泉旅行は美味しいものを食べてゆっくりお湯に浸かって最高の時間を過ごせました。仕事と家の往復で全く出会いのない私の再婚は当分なさそうですが、義母と一緒に毎日笑って暮らせているだけで十分幸せなのです。今日はパンツを捨ててやったわ。うっしっしっし。またかよ。こないだも捨てられて、俺のパンツの残りは3枚なんだぞ。何枚捨てた？2枚捨てたから残り1枚だよ。あ、今履いてるから全部で2枚か。どうやって回せって言うんだよ。毎日洗えば。洗えない日もあるだろ。もう俺のものを勝手に捨てるのはやめてくれ。断捨離すると運気が上がるのよ。もう運気の話は分かったから。まだまだ運気が良くないでしょ。だってあなたの給料が全然上がらないんだもん。毎年数千円だが確実に昇給してるぞ。ちっちゃ。もっとドカーンと昇給するためにはどんどん捨てなきゃ。あのさ、なんで自分のものは捨てないわけ？え、全部必要なものだからに決まってるじゃない。俺にとってもそうなんだよ。無駄なものは何一つないんだよ。そう？ダサいサングラスでしょ、10年前の服でしょ、会社の創立記念日の万年筆でしょ、全部いらないものじゃん。サングラスは初めての海外で買った記念のものだし、服だって初任給で買ったものだ。万年筆だって使うのを楽しみにしてたのに。でも実際なくても困ってないじゃない。捨てられたから諦めてるだけなんだよ。そんなこと言ってるから安月給の底辺リーマンなのよ。そんな男を選んだのは君だろ。だから私の力で最強の運気モリモリ男に生まれ変わらせてあげようとしてるんじゃない。それで俺の運気は上がってるのか？確実に上がってるわ。そのためにはもっとたくさんのものを捨てないと。もう本当に勘弁して。最近楽しくなってきちゃって、捨てる快感っていうのスカッとするのよ。ゴミでも捨ててろよ。ゴミを捨ててるわよ。俺の私物はゴミかよ。ここでクイズです。は？私が捨てた、あなたが未だに気づいてないものはなんだ？なんだよ、怖いんだけど。ヒント1、何度にありました？まさか。ヒント2、大きなものです。ゴルフバッグ。ピンポンピンポンピンポン。嘘だろ。おい、全然使ってないじゃん。あれは部長に譲ってもらったんだ。お前もそろそろゴルフでもやった方がいいって言われて。やってないじゃん。来月部長とゴルフ行く予定なのにどうしてくれるんだよ。未来の話をされてもね、その間に運気は落ちていくわけだし。譲っていただいたゴルフバッグを手放してまで運気を上げるつもりはない。ほらほら、弱気にならない。明けない夜はないし、止まない雨もないのよ。頼むからもう捨てないで。分かったから、さっさと仕事する。 LINE してきたのはさとこだろ。俺はコウスケ、32歳のサラリーマンです。妻のさとことは2年前に結婚。綺麗好きで料理も上手な彼女に、俺は交際半年でプロポーズしました。しかし魅力だと思っていた綺麗好きという側面が彼女の欠点であることに気づかされたのは結婚してから1年後。遠慮がなくなってきたからなのか、僕のものだけをやたらと捨てるように。一番困ったのは通勤用の靴です。靴底がすり減っていたからという理由であっさり捨てられ、僕はスニーカーで出社し、同僚に笑われ、慌てて靴を買いに行ったのでした。僕は捨てられて困るものを里子には内緒で実家に避難させました。しかし妻の異常なまでの執念に驚かされることになるのです。数日後。今日の断捨離コーナーのお時間です。もういいって。今日のターゲットはドゥルル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 ダン。ドラムロールいらない。書斎の机です。え、いよいよ捨てるものがなくなってきたので大物に手をつけることにしたの。したのじゃなくてさ、ないと困るの知ってるよね。使ってないでしょ。使ってるじゃん。仕事持ち帰ったらデスクで仕事してるよな。そうだっけ、見たことないけど。嘘だよな、ドッキリでしたって言ってくれよ。嘘じゃない。ちょっとひどすぎるぞ。下着程度ならまた買えば済むと思ってたけど、これはやりすぎだ。あんたの切手コレクションも捨てといたから。はい、切手コレクション。いや、読めないとかじゃなくて、なんでそうなったかを聞いてんの。古いものには悪い運気が溜まりやすいから。なんで切手の場所が分かった？俺実家に隠してたんだけど。全部ズバッとお見通しよ。母さんには里子には渡すなってあれだけ念押ししていたのに。お母さんも気づいてない。は？こっそり入ったから。何やってんだよ。実家とはいえそれはルール違反だろ。裏の勝手口いつも開いてるからね。あれ危ないからよく言っといた方がいいよ。勝手に忍び込んだくせに。そうだ、俺の切手どうした？
あれは子供の頃からずっと集めていて、今じゃ絶対手に入らない超超超レアなものがあったんだぞ。でも使ってないよね。あのな、切手コレクションは使うとか使わないとかの問題じゃないの。でも運気が下がるわけだし。もうやだ、運気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 言われておかしくなりそうだ。そりゃ運気が悪いからね、もっと捨てなきゃ。お食って楽しんでるだろ。そんなことないよ、私は夫の出世を願う献身的な妻なんだよ。もう限界だ、俺は出ていく。ダメ、捨てるものがなくなるじゃん。これ以上何か捨てられたらどうにかなりそうだ。もう君とはやっていけない、別れよう。やだ、離婚なんかしないから。じゃあ二度と俺の許可なしに物を捨てないと約束できるか。それは無理。じゃあ話し合いは終わりだ。必要なものは全て運び出す、残りは自由に捨ててくれ。捨てていいもの捨てたって意味ないのよ。その理屈も全然わかんねえよ。出て行かないで、私物も持って行かないで。俺たちもう終わりだよ。数週間後。いい加減機嫌直してよ、切って返すからさ。まだ持ってるのか。いや、郵便局で買ってきた。ふざけんなよ、そんなんじゃないんだよ。じゃあどうしたら戻ってきてくれるのよ。俺は二度と戻らない。なんでよ。お前の裏切りを全部知ったからだ。何それ。まず俺のものを捨ててた件だが、フリマアプリで売ってたな。ん、見つけたよ、お前のアカウント。げっ、俺の大事な切手をたった5万で売りやがって。え、もっとするの。500枚以上の価値があるんだぞ。へえ、マジやば、出品取り消すわ。え、あ、嘘、まずい、もう売れてる、どうしよう。キャンセルしろ、そして俺に返すんだ。やだよ、そんなに高価なもんならちゃんとしたところで買い取ってもらう。やっぱり金が目的か。高価なものばかり捨てるとバレると思ったんだろう。たまにフェイクでパンツや靴下を捨てて俺の目をごまかしてたんだな。チッ、そうだよ、だからなんだよ。何が運気だよ、ただ金が欲しかっただけじゃないか。実際あんたのものを捨てたことで私の金運が上がってるじゃない。そんなもの運気でもなんでもないわ。ねえねえ、そろそろ帰ってきてよ、生活費が足りなくなりそうなの。俺はお前に月に30万渡してたよな。その上フリマで金稼いで一体何に使ってたんだ。開運グッズとか。その運気キャラももういいから、全部バレてんだよ。何を知ってんのよ、言ってみなさいよ。男がいるんだろ。はいはい、妄想かよ、めんどくせえな。証拠ならある。は？あるわけねえし。ポスト見てみろよ。何なの。いいから早く取ってこい、茶色の封筒だ。待ってて。何これ。ホテルに入る2人、手をつないで歩く2人、路上で口づけする2人、これでも言い逃れするか。これはあれよ、運気アップのおまじない。ああ、若い男子のエネルギーを体内に取り込む方法なの。素人は危険だから真似しちゃダメだけど、私はプロだから。マジ何言ってんの。全てはあなたの昇級のためなの。ここ 2,3 年以内に必ず昇進するから私を信じて。俺会社辞めたから。は、嘘でしょ。上司からの当たりがきつくて精神的に参ってさ。その上家では次に何を捨てられるかビクビクして心が全く休まらないんだよ。無職。そうだ。退職金は。それなりには出る。じゃあしばらくは暮らせるわね。はい。いや、次の転職まで生活費がなかったら困るじゃない。俺の退職金を当てにするな。俺はお前を断捨離するから。どういう意味。君の得意分野だろ、いらないものは捨てる、それだけの話だ。ひどい、人ゴミのように捨てるなんて。ゴミだから別にいいだろ。なんてこと言うのよ。あのさ、浮気の話スルーしてるけど、なかったことにはできないからな。だから説明したでしょ、運気を高めるための行為だって。もういいわ、それ弁護士に言ってくれる。弁護士が気の毒だけど。離婚なんてしないわよ。金づるとしか見てなかったんだろ、とっくに愛なんて冷めてたくせに。何言ってんだよ。誤解しないで、そもそもあなたは金づるになるほど稼いでないじゃない。うるせえよ、早く戻ってきてよ、どうせ実家なんでしょ。新しく家借りた。なんで、あなたの家はここよ。住みたいなら勝手に住めよ、ただし今まで俺から奪ったものは返してもらう。物が無理なら金で返せ。無職によくそんな無慈悲なことが言えるわね。フリマで稼いでんだろ。俺出品画面見たけど、明らかにうちにないものもあったな。いや、あれ急に歯切れが悪くなったな。もしかして盗品か。まさか。通報しといてやるよ。やめて。盗品じゃないなら焦る必要ないだろ、堂々としてろよ。警察はやばい、捕まっちゃう。本当に盗んだのか。つい。それも運気のためか。わかった、認める。男と遊ぶのにお金が必要だった。へえ。だから警察はやめて。だからの意味がわからない。
私はまだあなたの妻なのよ。捕まったらあなたが恥をかくの。別にすぐ別れるからどうでもいい。私妊娠してるの。嘘つけよ。本当よ、あなたの子。もう1年もしてないのに。寝てる時に襲った。さすがに気づくわ。バカにするな。もうどうしたら助けてくれるの。まずは切手を返せ。そしたら考えてやる。本当？すぐに持っていく。新居の住所教えて。教えたくない。俺の実家に持ってきてくれ。分かった、すぐに持っていく。早くしてくれよ。走ります。コスケ、ありがとう。後日談。サトコは実家で待ち構えていた警察によって逮捕されました。実は数日前からいろんな事情を把握しており、警察にも相談済みだったのです。サトコは化粧品や服を盗んでは転売していたようで、その数は500点以上。売り上げもかなりの額になるようで、実刑の可能性も出てきたとか。ゴルフバッグは売れてしまったようですが、切手は戻ってきました。購入希望だった方には申し訳ないですが、5万で買える品物ではないので、ご勘弁いただきたいです。弁護士を通して留置場にいる里子と離婚しました。あいつの言っていた運気アップって刑務所に入ることだったんですかね。僕はしばらく休養してから転職しました。今度はいい上司に恵まれて楽しくやっています。